2018年11月22日5時31分。ネットで見つけた怖い話。第5065話、生首のつぶやき。中学の頃、体育会系の部活をしていました。その日は他県での試合で部員たちとマイクロバスにて遠征に出かけてました。試合は何事もなく終わり、試合の反省会をしたり片付けをして帰路に着きました。途中、高速のインターにてトイレ夕食休憩を挟んで順調に地元に帰っていました。高速を降りて地元に続く県道を走り始めました。もともと私の町は山に囲まれた場所でどこに行くにも山を越えていく自然豊かな町です。そのため、県道といっても左右にガードレールがあるだけで、野生動物に配慮され街灯もほとんどない道が続きます。早朝に出発し、試合をして疲れているのに夕食を食べ満腹、なおかつバスの心地よい揺れでほとんどの部員は寝ていました。私も眠いのに試合の興奮状態を引きずり寝つけないでいました。窓の外を見ても当然真っ暗で反射板が貼り付けてあるガードレールくらいしか見えませんが、隣の席の子も寝ているし起こすのも悪いのでぼーっと真っ暗な窓の外を眺めていました。どのくらい走ったかわかりませんが、ふと違和感を感じます。緩いカーブのところに一箇所街灯とミラーが取り付けられています。なんだろう、この違和感。と思った瞬間、髪が長い無表情の生首がバスと同じ速度でガードレール上を移動しています。全身に悪感が走り、目をそらしたいのにそらすことができないでいました。真っ暗なのに生首の顔や髪の動きはしっかり見えます。ひゃ。誰かの小さな叫び声でその生首は消えていきました。消える瞬間、にやりと確かにこちらを見て笑いました。そしてささやき声が耳元で聞こえました。生首が消えても恐怖は続いていました。が、周りは先ほどと変わらず強さそうな寝息を立てて眠っています。今の何？と、後ろから頭をトントンとしてきます。見上げると1学年上の先輩です。先輩の顔は蒼白でした。がおそらく私も同じだったと思います。先輩、今の、私、わい、二人。先輩、忘れよう、私、こくん。それからこのことは誰にも言わず、もちろん先輩ともそんな会話しませんでした。しばらく忘れられるのか不安に過ごしていましたが、意外にもあの道で起きたことや恐怖も徐々に記憶から薄れ、5年が経つ19歳にはすっかり忘れていました。一本の電話が鳴るまで。電話の内容は、あの先輩が交通事故で亡くなったとの知らせでした。身近な若い人が亡くなるのも初めてでかなりのショックを受けました。お通夜に行き、血の気が引く思いでした。先輩が交通事故で亡くなったのは、あの場所でした。先輩は、その日、彼氏と喧嘩してコンパに急遽行ったそうです。コンパ中、彼から電話があり、仲直りをしたらしく、お酒を飲んでいなかった男性に彼の家まで送ってもらうところでした。二人とも即死でした。その日は、先輩の誕生日で20歳になったお祝いを1時間でも仲直りした彼に祝ってもらおうとしてあの県道を通ったそうです。周りは、せめてもの救いが彼と仲直りできて幸せな気持ちで旅立ててよかった、と言っていましたが、私は、震えが止まりませんでした。あの時、生首が言った言葉が蘇ります。20歳の幸せな時に迎えに来てやるよ。あれから、10年経って私は、生きてます。私の20歳はあの言葉に取り憑かれ、学校も休学、21歳の誕生日になるまで怖くて引きこもり生活をしていました。今は結婚もして可愛い子供にも恵まれて幸せです。先輩は、20歳のあの時、お迎えに来た生首を見たんでしょうか。
運転していた男性も見てしまったのでしょうか。先輩のシカラーの道は、どんなことがあっても怖くて通っていません。以上です。ネットで見つけた怖い話。第5066は、陸クジラ、陸系。1、父の実家はキューゼット村にあった。対比州やボットン便所が嫌でさ。そんなキューゼット村に長期滞在することになったのは、某事件のせい。この話には関係ないので別の機会にでも、家に住めなくなったのはショックだった。父は転職するし、母や兄私妹の4人で父の実家に居候することになった。盆と正月くらいしか帰省していなかったし。中1の9月末の転校生顔面包帯のせいで、最初は、わけあり、って感じでドン引きされてた。事件のトラウマで軽い失語だったが、うまく喋れるようになったのは A のおかげだ。ヤンキーっぽいのに、学級委員やってて人気者。A のダチ B と C も仲良くなって、打ち解けた。D 子、E 子、FB はいつもふざける A たちに、小言を言いつつ、一緒に行動した。そういえば、3年の G 先輩が夏希も試しに行って行方不明になったままだよねー。FB がニヤニヤ笑って、恨めしやー、とかふざけ始めた。A、B も、あれって、夜逃げじゃないのかー?と興味を持った。C、高校生のグループに混じって、置き去りにされたとかの話だろ ?FB、いい子んちに昨日、警察来たんでしょ?いい子。だから、一緒にいた兄貴に、心当たりあるか?ってだけ。D 子、単なる聞き込みでしょ ?FB、今朝から大人が騒がしいじゃん。G 先輩の死体でも出たんじゃない?ええ、そういう言い方、止めろよ。FB、損害れのどこかに肝試しに行ったらしいけど、私は、地元じゃないしね。私、そうなの?D 子、FB も中学からこっちに移ってきたんだよ。B、FB はともかく、スケキよ、お前も興味あるのか?突然の宮高地にもなれ、やさぐれた私は、ワクワクしていた。雪が積もる前に、季節外れの肝試しが結構。Z 村の外れには山がある。すべてはいい子が兄貴から聞き出して描いた。地図、にかかっていた。A、おい、ここってさ。B、ああ、G、赤木家じゃん。肝試しっぽいなぁと私は、浮かれてた。FB、じゃあ、中入りろう。わお、2階建ててだー。赤い三角屋根の2階建てて。埃まみれの家具は散乱。カレンダーは昭和のまま。天井の上、2階からドンと聞こえた。G、誰か住んでる ?D 子、一旦、外出用よ。FB、私、見てくるよ。外からガヤガヤ聞こえた。E 子、兄貴 ?D 子、あ、X さん、こんにちは。X、母ちゃん、心配してっぞ。帰るぞ。いい子。来たばっかなんだけど。X。とにかく、ここは何もない。C。3年の G 先輩、ここで殺されたんですか ?X。俺らは知らん。はよ帰るぞ。FB が2階に上がったまま、戻ってこない。外にはいい子の兄貴 X の友達数名が叫んでいる。みんなで外に出ると、FB が泣いて窓を叩いてる。おかしい。こんなにボロい廃墟なら、泣き声や窓を叩く音が聞こえないわけない。C、FB、演技してないで帰るぞ。一瞬のうちに、FB が窓から消えた。みんな、怖くなって逃げ出す。A、B、私は、赤木家に特攻。ぐったりしている FB を3人で担いで、赤木家を脱出する。すると、FB が笑い出した。C の言う通り演技だったのだ。FB、マジウケる。いいこと D 子、腰抜かしてるし。FB に騙され、肝試しはお開きとなった。その翌日、
X が高校に登校中事故で、全身骨折。FB もほぼ同時刻にベッド上で全身骨折。命に別状はないが、肝試しした。昨日の今日で気味が悪かった。B、G 先輩のお兄さん時と一緒じゃんか。A、黙っとけ、B、B、赤木家であれかよ。A と B は明らかに何かを隠していた。9分の1、廃墟へ行った後、全身骨折になる。A 曰く昔からあの辺はヤバい土地で有名。G 先輩の兄 H さんが全身骨折して今では寝たきり。調べようとした G 先輩は行方不明ではなく、転校。この間の X さん、FB は赤木家でたたられた。B もヤバいのは知っているが、なぜかは知らない。9分の2、大人たちも絶対近づかない。C、女子はビビリだから4人で行こう。赤木家の裏な。裏、そこ、重要だから。週末に、断行した。赤木家の裏には細い道があって、その脇をずっと木箱が並んでいた。C が開けてみると、水子地蔵の石仏が、9分の3、下りの道で、すり鉢植え盆地の底が見えた。何かを何かが囲っている。一番外の鉄柵には有刺鉄線が巻かれてた。内側は分厚いコンクリート塀。さらにその内側は木材の何かがある。そこへ着くと、玉砂利が敷き詰められてる。9分の4、目の前には、立入現金の文字ではなく、車の大きな家紋が刻印された巨大な石碑。文字は一切彫られていない。一体、何を祀っているのか、何を封じているか。A、ここ、自動車じゃ来れないよな。B、あんな大きい石碑運んで来れないよ。C、ここで掘ったんだよ。9分の5、A と B は首をかしげたままの C から後ずさりした。C、中へ入ろう。父ちゃんから聞いたんだ。A、C、帰るぞ。C は柵の鍵を壊し、どんどん中へ入っていく。よく見ると、柵にもコンクリートにも扉と錠前があった。B、C を止めなきゃな。A、中へ入るぞ。スケキヨはどうする ?9 分の6。ふと、背後に気配を感じ、私もついていく。A、鍵がついてる。イコール、中へ入ることもあるんだろう。大丈夫ではなかった。木でできた小さな社がただぽつりとあった。C が社の中に手を突っ込んでいる。何かを取ろうとした瞬間、耳鳴りがした。C は何かを持っている。黒いマフラーのようなものだ。9分の7、社の中のものをまた探り始めた。周囲で気配がし、おかんがする。社の後ろに身を隠して顔を覗かせている何か。人間の幼女のようで、こちらを見上げている。目の内眼底は大きい穴だ。口に歯はなく、白いヒゲのようなものが伸びている。手に指はなく、丸い何かに見える。9分の8、A、C、急げ。B、スケキヨ、頑張れ。赤木家のあたりまで戻ってこれたが、もう、あたりは真っ暗。そこへ C の父がワゴン車でやってきた。C 父、探したぞ。早く乗れ。村の公民館へ行き、ホースの水で洗浄された。9分の9、塩をまかれ、酒を振りかけられた。毛布にくるまれ、公民館の中へ連行。いろいろ聞かれたが、また耳鳴りがしてとからない。その間に、C が苦しみ出した。C が6に上がった魚のごとく跳ね続ける。骨の折れる音が続くまで、C は跳ね続けた。9分の1、C は全身骨折で手遅れとジジババに宣告された。実害の出ていない A、B、私は、A の父と一緒に、アルジュレイ氏の家に向かった。B と私の家族は公民館に呼ばれてないし、不安で号泣。石碑の家紋、イコール、社の管理者で、問題が起これば、車さんという家に頼むそうだ。
車三択は普通の民家だったので拍子抜けした。9分の2。車。お三人さん、何見たの？A。黒いマフラーと、ミイラの乾物。B。俺は、マフラーだけ。私。黒いマフラーと、車。正直に言いなさい。怒らないから。私。変な女の子。車。あら、そう。A 君と B 君は大丈夫よ。9分の3。車。スケキヨさん、困ったことになったわね。私。ああ、耳鳴り以外は普通です。車さんはあれの正体を説明してくれた。あれは、陸クジラ。陸系。地域によって、ヒゲコ。昔はオスを見ると縁起が良い。メスだと悪い。そういった吉兆に関係する妖怪だったらしい。ええ、剣みたいなのですか？9分の4。車。まあ、でも、火は弱点。B。縁起物を燃やしたら罰が当たりませんか？車。Z 村に恨みのある人が村の外れでやったのよ。誰かが陸クジラを燃やしたことで村に不運が続く。そこで、Z 村は犯人を突き止めて回せた。犯人の末裔が赤城家だったのだ。車。黒いマフラーに見えたのは赤城家に生まれた娘の結束。9分の5。私。なぜに毛束なんですか？車。自分たちがたたられないための供物かもね。私。除霊すれば陸クジラも成仏？できるんですね。車。家も社も朽ちてしまえば、すべて終わるはず。A、G、H と C はいとこで、F、B は赤城家の登園です。車。C 君は他人を巻き込んだ甲斐があったでしょ？ C 君はあの社を調べるために他人を使っていた。9分の6。陸クジラを見るのはそれを燃やした赤城家の血のせい。F、B ちゃんは赤城家の血が少し混じってたらしい。私。X さんが巻き込まれたのは？車。FB ちゃんとやったんじゃない？ケロリという車さん。ええ。スケキヨ、村来る前にお前家が燃えてやけどしたんだろ？私。そんなことで、見えちゃうか？9分の7。車。やけどからヒノキを察知して、威嚇したのかもね。車さんってかなり適当な人だなぁと思った。車。折られた骨は元には戻らない。さっさと手を打とうか。除霊は3人一緒にしてもらった。車。念のため、スケキヨさんは村には戻らない方が良い。私。いつ、戻れますか？車。今はやけどのおかげで実害はないけれど。9分の8。ええ。Z 村に戻れないってことですか？車。そうなるわね、陸クジラは扱いが難しいの。車さんはどこかへ電話しに行った。A も B も私も、生きているのになんだかどっと疲れた。車、スケキヨさんは車の本家預かりってことでよい？私、え、車、私は、社の修復に立ち会わなくちゃいけないから。9分の9、中1で家族と暮らせなくなったのはきつかった。世話になった車本家の人が私を見て、あんたより苦しんでる子もいるんだから、と説教された。本当にそうだと思う。陸クジラよりヤバいのもうじゃうじゃいる。危ないところはマジで危険。長々とすみませんでした。ネットで見つけた怖い話。第5067話。本尊。俺の実家は、とある新興宗教やってた。それなりに有名な宗教団体。世襲制で父親で6代目、信者もそれなりの人数がいた。家族構成は、祖父、祖母、父親、俺の4人。母親は小学校高学年の時に出て行った。祖母曰く、嫌になったんよ、いろいろと。だと。悲しかったのは確かだけど、幼少期の家族の思い出は、父親と母親の喧嘩、祖母にいじめられて泣いてる母親くらいしかないので、まあしょうがないなって感じだった。話は中学生の時なんだけど、
うちには俗に言う、寺院、教会みたいな施設がある。30畳くらいあって、ご本尊、賽銭箱が置いてある。たまーにだけどその賽銭箱から小銭を拝借してたりしてた。残念ながらか、幸いか、俺は、全く信仰心はなかった。ある日、賽銭泥しようと思って懐中電灯片手に夜中施設に行ってみた。小銭ちょろっとくすねて、部屋に戻ろうと思ったんだけど、なんとなく、ご本尊って何があんだろ？って妙な好奇心が湧いてきた。そろそろと結界をまたぎ、ご本尊に近寄った。形状は仏壇のでかい版みたいなのの中に、小さな社がある。音がしないように、ゆっくりその社の扉を開けてみた。中身はあんま細かく書くと団体特定されると思うので伏せる。大したもん入ってないなぁなんて思ってたら、奥の方に巾着袋発見。あんまり長居したくなかったし、なんとなくそれ持って自室に帰った。小銭を財布にしまいつつ、巾着の封を解いてみた。中身を見てゾッとした。何やら黒いのがびっしりと、恐る恐る手を入れて触れてみると正体がわかった。け、気持ち悪さと、なんでけ？っていう不思議から来る好奇心。ノート破って、床に引いて全部出してみた。よく見ると毛に混じって指輪が一つ入ってた。何の装飾もない指輪、多分結婚指輪。それ見た途端、なぜか妙な確信のある妄想が湧いてきた。母親、それからは、口にするのもおぞましい妄想が溢れて吐きそうだった。頭がおかしくなる前に急いでその毛と指輪をしまい、本尊に戻しに行った。しばらくして、たまたま父親と二人きりになる機会があって、勇気出して聞いてみた。もしかして結婚指輪とかまだ持ってんの？なんでや？いやなんとなく、な。なんでや？いやごめん。自分から切り出しといてだけど、怖くなって自室に逃げた。父親の目が変だったから。その後妄想に取り憑かれた俺は、家にいることすら怖くなり。地元から遠く離れた高校を受験、寮生活を選び、家族親族、信者さんの反対を押し切りそのまま就職した。父親は去年の年末死んだ。家業は叔父が継いだ。今後俺は、実家に戻ることはないと思う。ネットで見つけた怖い話。第5068話、とどめ。中学の時の実際あった話。小さい頃、うちの家の近くに、ツタの絡まる古い洋館があって、何もない田舎の風景にポツンと立つその洋館が、違和感ありまくりで、かなり不気味だった。当時、仲の良かった友人3人と、駄菓子屋に寄った帰り、その洋館の前を通った。大工のせがれだった清道は、清道、この家、うちの親父が作ったんぞ、と自慢しだした。レンガ作りのもの珍しさで村一番の話題の家だったそうだが、年月が経つにつれ、いわくつきの建物として有名になった。何度も続くぼや騒ぎ、赤レンガは黒いシミに覆われ、建物の周りでカラスがねじれて死んでいるのが、発見されたこともあったとか。清道、小学校の美術室に白うんこあるじゃん、ここの家の人が、学校に送ったんだよ。白うんことは、石膏で作られた女性像なのだが、流線形のポーズが遠目から見ると巨大なうんこに見えるので、みんな白うんこと呼んでいた。懐かしの白うんこで盛り上がり、雇用館のフロアに白うんこが残ってるという話になり、見に行こうということになった。窓から覗くと、白うんこ4本、真ん中に、小さな白うんこ1本。女性像4体が子供像を囲んでいた。清道と時をあげらげら笑っていた。が、俺には不気味で恐ろしかった。石膏で作られた子供の像は、ところどころ黒く変色し、膝から壊れて足がなかった。
柱が支えになって立っていたが、俺には、鉄柱に串刺しになって、拷問を受けているようにしか見えなかった。清道、もっとあるかもしれない、中入りってみようぜ、わら。時を、入れるの？鍵かかってるんじゃない？清道、裏口の扉腐って開きっぱなしになってるから、そこから入れる。行こうぜ、わら。冗談じゃない。と思ったが、二人のおかしなテンションに負け、宙に入ることになった。塀に囲まれ雑草が伸び放題の中を進んでいくと、裏口に着いた。足元がやたら泥泥を帯びていた。ふっと生暖かい空気が流れた、と、同時に生臭さが、周りを包んだ。清道、くっさゆで卵が腐ったみたいな、時を、へだろこれ、わらへこくなや清道、わら。清道、こいてないわ、わら。裏口に着いた、扉は半壊し腐って朽ちていた。蝶つがいがかろうじて木片をつなぎ止めてはいたが、扉とは、呼べない状態だった。中を覗き見ると、意外と綺麗な状態。植物に侵食されている様子もなかった。ただ、床は変色し、奥に行くにつれその色は、濃くなっていった。清道、結構広いな。時を、秘密基地に使えるよな。清道、俺この部屋もらうわ、わら。時を、おう、ベッド、いいなぁ、わら。我が物顔で屋敷の中を歩き回る二人。そんな中、俺は、さっきの子供の像が気になっていた。怖いもの見たさ、好奇心がそうさせたのだろうか。どうしても近くで見ておきたかった。吹き抜けのフロアに出ると、さっき窓から覗いた。場所に着いた。4体の女性像と、1体の子供の像。思っていたより大きい子供を囲む女性像は、それぞれ優先形のポーズをとり、直立する子供を、守るように囲んでいた。子供の像を目の前にした俺は、本当に後悔した。これ、絶好じゃない。絶好だと思っていたのは包帯だった。全身を包帯で巻かれボロボロの服を着た子供が、鉄柱に串刺しにされ立っていた。後方、後方、行く際においが、え？呼吸？まだ生きてるの。たたすけなきゃ。その時、バカ二人がフロアにやってきた。清道時を、白うんこ発見。キック、ドカドカ、どんがらがっしゃーん。ドミノ倒しになった白うんこ像の下敷きになる子供。おぎぃー。ああ、大丈夫？大丈夫なのか？あ、息してないわ、笑うわー。息してないよ。死んだ。今死んだ、笑。こいつらが、とどめ刺しやがったー。いやー。で、ここからあまり記憶がはっきりしない。警察官呼んで、警察来て、事情聴取されて、と、曖昧。警察が来て子供の遺体は回収された。俺たちは散々怒られたが、お咎めなしで返された。当時の新聞にも載り、第一発見者の俺は、人気者になった。古い洋館は市が取り壊し、今はセカンドストリートが立ってる。あの出来事から27年。同窓会で久々に清道時を見合う。そろそろ話してもいい頃合いだと思うので、今まで警察にも黙っていたことを話そうと思う。当時新聞の記事、少年の遺体発見され足が切断され、亡くなって間がないことから犯人は近隣に潜んでいる可能性、あってちゃんと話そうと思う。あれ、お前らが殺したんだよって。最後に、福井に住んでる人なら覚えてる人いるかもしれない。実際、新聞にも載ったから。もし当時の新聞見つけたら譲ってください。お願いします。では、349、まとめありがとう。洋館があった場所、住所出せるけど書いていいのかな？ 27 年前の8月か9月頭。福井新聞に載ったのは覚えてる。未成年だから名前出てないかな。本名、竹一、
友人の名前は偽名です。力也、それは少しまずくないか？わら、本当に暇な人が探して記事見つけて UP してしまったら個人特定できる。まあ実はそれもネタで記事をこっしにして潜んでいた真犯人による報復で、実は連れが死んでいた的な後日談のための伏線なら構わんが、あと、全然怖くないので実は軽捜索 NGK などのタスレでやれ。355。個人特定は構わないよ。必要とあれば本名も住所もさらせる。中学は武府第一中学校だ。まあ、この話あまり興味なさそうだから消えるわ。ダメだ、不良で心折れた W。ごめんなさい。文才なくてすいません。こんなんでも2日かかったぞ。当然作り話です。古い洋館あって、中に石膏像ってのは本当。下から待って不気味な建物だった。そこの子供が交通事故で亡くなって引っ越したとか聞いた。義母愛子が霊視断って逃げたって話で有名な建物。今は駐車場になってる。出直してきます。ネットで見つけた怖い話。第5069話、過疎団地。本当についさっきあった話です。私は、営業の仕事をしています。集合住宅地、つまりは団地みたいなところで、一軒一軒回って商品を案内しています。もちろん無作為に回るわけじゃなくて、担当者ごとにエリアが決まっていて、そのエリア内で回るのです。私が担当しているエリアで、某団地のみは営業しなくても良いと言われています。その理由を先輩に聞いたところ、田舎で駅から遠く、周りも田んぼばかりなので人がほとんど住んでおらず、そういう過疎な団地に時間を割くのがもったいないからだそうです。実際、外回りをしているともちろんその近くを通ることも多く、本当に驚くほど、その団地だけは人がほとんど住んでいません。駐車場はほとんど空いていますし、カーテンがついていない部屋も多いです。ざっと見た感じ入居率3割程度でしょうか。初めて見た時に驚いたのは、入居した時に紙でできたカーテンがついているんですが、それをそのまま使っている方が非常に多いことです。冬になり日が落ちるのも早くなってきたので、夕方でもすでに外は暗く、そのボロボロになった紙のカーテンから、住居者の方が何かしているのを時々遠くから見かけることがありました。さて本題です。今日、一通り営業が終わり事務所に戻る途中のことです。今日もルート上の問題から、上記の団地を日中通りかかり、ふと、ある棟の1階の郵便受けに目をやると、入居状況はやはりまばらなのですが、全員名字が丸々と同じでした。大変失礼ながら、ちょっと薄気味悪く感じ、その地域は昼間でも一っ子一人いないところなので、なんとなく嫌な感じが足早に通り過ぎました。帰りにその塔の横を歩いていたら、1階の入居者のカーテンから明かりが漏れており、その上の2階も3階も、1階の隣の部屋も同じように明かりが漏れていました。これはこれでちょっと幻想的かも？なんてバカなことを思い、目を凝らすと1階入居者の方がカーテンの隙間から、私のことをじっと見ていらっしゃいました。ただその姿が何と申しますか、ダブダブの白い T シャツを着た。おじいさんなのですが、悪意に満ちた笑みと申しますか、目が座った状態での笑みを私に向けられていたので、とても怖くて、同時にふと上や横を見やると、2階も3階も、隣の部屋も、皆一様におじいさんやおばあさんが、同じような表情でじっと私を見ているのです。さすがにこれは偶然じゃないだろうし、何かとてつもなく恐ろしい感じがして、全速力で走って事務所へ戻りました。まだ残っていた主任に、あまりの私の慌てぶりに何があったんだ？と聞かれ、先ほどのことをお話ししました。すると主任が急に無表情というか、ロボットみたいな表示になり、明日から私のエリアを変えると言い出したのです。理由は教えてもらえませんでしたが、
今日の怖い思いを申したくないと純粋に思っていたので、よろしくお願いしますというお話だけして、今帰宅しました。あれは一体何だったのでしょうか。ネットで見つけた怖い話。第5070話、アンテナ。今のご時世に必要かなと思って投下する。もう20年くらい前になる話だけど、当時俺は親戚のつてで寺に修行に行ってたのね。理由は、まあ若いうちはみんな持ってる中二病な超人願望ね。まだオウムとかの事件が出る前だったし。名前を言えばあそこかってわかるほどの有名な歴史のある場所。そこで半出家状態で毎日修行してたわけよ。もちろん修行だからそれなりに厳しいわけだけど、外部の人間でもあるから、多少はうち弟子レベルの人たちよりもお客様扱いされてた。修行じゃない時は、たまに雑談したりしてたんだけど、その話の内容がかなり面白かった。ぶっちゃけ浮世離れした話の世界で、シャバだと普通に電波扱いされるレベルな。木とか経絡とかチャクラとか仏とかそういう話。まあ修行的な話はともかく、みんなに関係ありそうなのは、社会や国家に関する話だよな。今の日本に関する話だと思うので共有したい。師匠、シャレ君、俺のことね。君、法学部だって？あ、はい、そうです。そうか、じゃあ下山したらその仕事に？まだ、そのなんというか考えられないですね。自分が何になるか。どうせなるなら偉くなりなさいよ。主上救済は仏道だよ。そんな感じの話してたら、ちょっと考えてた後に、話が進んだ。シャレ君、ついてきなさい。季節は冬で結構な寒さなんだけど、一緒に外に出たのよ。山の上だから風が寒い。見晴らしのいい場所で師匠は俺に、あれ、見てごらん。遠山の天辺のアンテナ？みたいなものを指した。後で調べたらそうはというらしい。はぁ、あのロケットみたいなやつですか？あれ、なんだと思う？まあ普通に考えたらただの飾りなんだけど、今までの経験からそういう話じゃないわな。アンテナみたいなものですか？御仏の力を受信するとか。笑い。半分正解。え、本当ですか？そ、寒いから戻ろう。笑い。中に戻ってきた俺たちは、相話の話に戻った。シャレ君、さっきアンテナって言ったよね？その通り、アンテナなんだよあれは。アンテナというのは、機能が二つある。受信と発信だ。受信の片端、気脈とつなげて情報や気を受信するんだよ。発信の片端、こちらからの情報を送信する。全国にある寺はみんなそうだよ。これは宗派関係ない。日本全国の寺をつなげる。要するに携帯のアンテナみたいなものらしい。当時はそんな言葉知らんかったが今で言う。インターネットやネットワークみたいなものだろう。それでその木を各寺やその地域に下ろすんだ。そういうことなんだよ。なるほど、そうだったんですか。でもどうしていきなりアンテナの話を？あれで流す木は、質がある、質はわかるよな？あ、はい。おかげさまで、それは堕落した寺からとかそういうものですか？もちろんそれもある。でも、大半の寺からはそんなのでないよ。問題は、寺から流す対象のシャバの質だよ。話によるとこうだ。要するに寺は相話でネットワークを作り、いい気を各地域に流す。でも流す地域がひどいとやけ石に水らしい。汚れた水に新しい綺麗な水を流せば薄まる。でも限度があるよね。日本の寺を作った方たちはこういう仕掛けを作って国づくりしたのだと思う。中央の集権化も含めてね。寺が昔は住民の管理や集会所や学校だったことは知ってるだろう？今でいうルーターみたいなもんなのだろう。質が悪くなれば、当然社会は乱れる。人間の心が汚れるからね。今はどうなのでしょう？陛下が崩御されてから悪くなる一方だよ。行き着く先は考えたくないな。どうしたらいいのでしょうか？
そこでさっきの話になる、君が仕事に就くのなら偉くなりなさい。いい薫陶を与えなさい。人間は水だよ。宝塩の器に入れば宝塩になる。大切なのは、我々のような専門だけでは国全体の気を良くするなんて無理なんだよ。結局、国民全体の気をなんとかしないとね。自分のことだけではなく、他人のために考える。動く。伏せをする。ああ、伏せというのはお寺にじゃないよ。他人にだ、挨拶でも、笑顔でもいいんだ。他人のために善をなそうとするときに、虫の奉仕の行動がいい気を出すんだ。感謝もね、結局感謝というのはどん、むさぼり、の反対なんだよ。感謝取りたのきが住民の木として大量に出ればアンテナに乗って全国に回る。神社も仕組みは違うだろうけど多分似たようなものだろう。昔の人が作った仕組み。神や仏というのはね、外部にいるんじゃない。仏性は誰にだってある。応用な話ではなくて、心に仏の姿を持って息を出せばそれでいいんだ。そのためのテクニックが仏とか神なんだよ。普段生活してるとそんな息なんて出さないからな。人間としての理想の姿。自主とかな。天変地異というのはね、必ず人間の心が起こしたものなんだよ。当時俺は、あんまりこの話に重大性を持ってなかった。学生だしね。でも社会に出て、今の惨状を見るとよくわかる。要するに、人間の心や気が社会や自然に影響を与えるってこと。天パな話だったけど、必要かなと。今日のオカルトスレ。閲覧注意。死ぬほどシャレにならない怖い話を集めてみない？霊感美少女イーちゃん。309。仕事の都合で朝の5時ぐらいに出勤しなくちゃいけなくなって、車を運転してた時の話。通勤ルートには長い坂道があって、そこを降りてからちょっと先に交差点があったんだけど、真冬だったので辺りは真っ暗なのに、その日の交差点はやたら明るくって、パトカーとかも止まってたのですぐに事故だとわかった。で、俺もやじ馬根性全開で大幅に徐行しながら事故の交差点を見ながら通り過ぎようとしたんだけど、一台の軽自動車が完全に横倒しになっていて、その運転席の窓の部分から上半身を出して立ってる人がいた。車の周りには写真撮ったり交通整理してる警察官が何人かいたのに、誰一人としてその人を気遣ってないのがすごく不思議だった。結局その人は俺が通り過ぎてる間ずっと身動きもせずに立っていた。私が小学校3年生か4年生の時のことです。友人5人くらいと神社の境内で、だるまさんが転んだ、をやっていました。小学校の帰りに道草を食って、そこいらにランドセルを放ってです。その神社は町の中にあるのですが、普段は神主さんもいないところで、いつも表とは閉まって、いました。境内は教室4つ分くらいの広さです。季節は秋で一面にイチョウの葉が散っていたのを、覚えています。確か男子4人と女子は私一人でした。私は、小さい頃は帰還期で、男子と遊ぶこと、の方が多い子供でした。男の子と遊ぶと意地悪をされることも多いのですが、それでも女の子と、遊ぶよりはずっと楽しい、そんな子供でした。273。私が鬼の番になって、気にもたれて、だるまさんが転んだ、と、早口で言って振り向くと、みんなは、止まっています。そういうルールなのですが、とても強い違和感を感じました。ピクリとも動かないし、呼吸をしている感じさえないのです。そしてその時、私も振り向いた状態で体が固まってしまい、どこも全く動かせないことに気づきました。ただし目の前の光景は見えます。驚いたことに、宙に舞っているこの葉が、そのまま張り付いたように空中で、止まっているのが見えます。
その時、私の耳にかすかな鈴の音が聞こえてきました。それはどうやら神社の中から響いているようです。顔を動かすことができないのでわかりませんが、神社の扉が開いたようです。中から何かがこちらに歩み寄って、来ます。五歩、六歩そして、その鈴の音の主は私の目の前に来てやっと姿を見て取ることができました。274。それは夜店で売っているような狐のお面をかぶった、白い着物を着た痩せた男の人でした。霊はわかりませんが、それほど老人とは思えませんでした。その人は私の方を見て、やれやれ、お嬢ちゃんと気を止めてしまったようじゃな。驚いたことだ、前に会った時からもう200歳にもなる。そして、動きを止めている私たち5人の一人一人の顔を見渡すと。ふーむ、やっぱり止めたのはお嬢ちゃんじゃな。本当ならばそなたをもらうのじゃが、何か強い守りが働いておる。そう言って4人の男の顔を順番にしげしげと見て。この子が一番兄弟が多いようじゃな。この子をもらおう。そう言って一人の男の子の頭を撫でました。そして私に向かって、あんたはこのことを覚えとるじゃろうが、誰にも言ってはいかん。もし言ったらこの面を外してお前のうちに行く。275。そして風景が溶けるように歪み、だるまさんが転んだの場面は動き出しました。何事もなかったかのように男の子の一人が、ピクリと動きました。元に戻ったのです。後で聞いてみても、私以外は誰も時が止まったことも、お面をかぶった人が来たことも覚えていませんでした。私は、自分が短い時間に夢を見ていたのだと考えることにしました。でも、そうとは思えない出来事がありました。お面をかぶった人が頭を撫でた男の子が数日後に亡くなったのです。先生の話では、原因不明の高熱によるとのことでした。あの時のことは夢ではなかったと今では思っています。どうして時が止まったのか、どうして私が連れて行かれ、なかったのかはわかりません。ただ思い当たることは私の祖母がかつて若い頃に沖縄で拝み屋のようなものをやっていた。と聞いたことがあるくらいです。怖くなくてすみません。でも本当の話です。312。そろそろ目が覚めてきたから初投稿、文才はないのでご容赦を。一昨日、仕事帰りに行きつけのゲームセンターで三国志大戦をプレイしに行った。するとよく知っている先輩の M さんが事務所の前で落ち着かない様子。どうしたんですか？と聞くと、黒いバッグがちょっと目を離している隙になくなった。との話、災難だな、と思ってコーヒーを買って渡して二人で雑談していたら、奥の方から店員が小走りでかけてきた。手にはなんとなくなったはずのバッグ。M さんが、どこにあったの？と焦りながらも尋ねると、便器の裏にありました。とのこと。中に入っていた iPhone とお札を入れていた財布はお亡くなりに。店長さんが防犯カメラを遡って追ってみます、と言ってくれたのでお願いして30分くらい待つ。すると社員さんが犯人がわかりました。ただと何やら見えきらない様子。314。その社員さんが言うには、手にバッグらしきものを持っている人物を捉えたんですが、暗くてはっきりとは見えません。ただしバッグがなくなった時間から今までにバッグらしきものを持ってトイレに入り、手ぶらで出てきた人物は一人だけなのでまず間違いないはずです。とのこと、M さんが、どういうやつだ？とやや熱くなってさらに聞き返す。買って一月も経たないうちに iPhone を取られたのだから気持ちはわかる。不老者風で茶色のズボンに黒のベストで顔はわかりません。よく映っていないんです。と社員さん、ゲーセンは暗いからそんなものかな、と思ってた。カメラを見せてくれと M さんは食い下がるが、カメラの位置がわかってしまいますし。警察機関に証拠として提出は可能ですが、
お客様にお見せすることはできませんと断られる。結局、警察が来てカメラの映像を見ても撮った瞬間も人物もはっきりと見えないので、状況証拠にしかならず、仮に犯人らしき人物を見つけても認めさせることは難しいとのこと。少し置いて、ただねえ、と警察の方。私も店長さんとカメラ何回も見たんだけど、どうもおかしいんだよね。カラーだし、トイレの前、私も見てきたけど照明たくさんあるんだよ。でも、うつむいてるわけでもないのに、顔だけが真っ暗になってるんだよね。私、個人としてはこいつが犯人だとは思うんだけど。315。結局、被害届のみを提出して、おまわりさんが書き間違い多くて待たされた。夜中の2時過ぎにお礼を言って二人で飲みに行こうと退店。先輩の自転車を取りに、他愛もない話をしつつ歩く。そういうこともありますよだの、こういう時期ですからみんな苦しいんだろうななどと。街灯も少ない真っ暗な路地。ここに自転車を止めているんだ、待っててくれと M さん。次の瞬間、うわぁと M さんの叫び声が走って向かうと俺にもすぐその意味がわかった。水色の鮮やかなビアンキの自転車のサドルの上に、M さんの iPhone がポツンと置かれていた。俺たちは見つかってよかったなんていう気持ちが湧くはずもなくただ呆然と立ち尽くすしかなかった。で、ようやく落ち着きを取り戻して本体を調べると間違いなく M さんのものであることがわかってくる。ただし、カメラロールに新しい写真が10分ほど前に何枚か追加されてた。M さんの自転車をいろんな角度から撮影したものだった。以上、失礼しました。でも、全部事実です。316。何それへぇ。318。怖い以上に気持ち悪い。ストーカーか ?346。夏休みの終わり頃かなり前の話なんですが、偶然こういう板を見つけたので短いですが、10日、その頃は不規則な生活をしており、午前の11時くらいに起きたんですが、起きると隣に妹がおり、軽い挨拶と転校などはなした後、いきなり妹がコンビニに行ってくると立ち上がったので、見送ったのです。その子を気づいたんですけど、その妹、顔が妹じゃなかったんですよね。しかも妹は夏休み終わってたので学校に行ってるはずだったのです。変な体験でした。以上です。347。その妹だと思ってしまってた子は実体があったの?それとも単に話しただけで手で触れたりとかはなかったからわからない ?348。実体ってなんだろ?触ってないけど。ベッドはへこんでたなぁ。436。昨日のことなんですけど、嫁覚めたら、隣で何かがもぞもぞ動いてる。ふと隣を見るとおばさんがいた。添い寝しているかのような感じで。驚いた私が声を上げる前に、わーあーあーと叫んでふっと消えた。それだけなんだけど、怖かったよ。眠れなかった。関係あるかわからないけど、朝気づくと枕元に商売がたくさん死んでいた。469、436の話みなスルー、めっちゃ怖いじゃん。470、想像すると怖いけどいきなり叫ぶばあさんってちょっと面白い気もする。479、小学生の頃の話。下校時、よく道路沿いの家と家の間の小道を通って帰っていた。この小道を通ると近道になるというわけではなく、むしろ遠回りになるが、ある理由によりこの小道を通っていた。その理由は後で説明するが、この小道は2メートルほどの、高い塀に囲まれていて入り口の両方の塀にお札のようなものが貼ってある。かなり古く何が書いてあるのかもわからない。距離はかなり長く、50メートルほど歩くと住宅街に出て、右に進むとさっきの道路沿いの道に出る。ある日またその小道を通って帰っていたが、住宅街に出ると道に迷ってしまった。
迷うわけがない。左に進むか右に進むかだけだ。右に進んで道路沿いの道へ行けばいい。でも迷ってしまった。どう行けば家に帰れるかわからない。480。とにかく歩いて行けばわかるはずと思って、歩き出したがやはりわからない。どこをどう歩いたのか、住宅街の小道のところへ戻ってきてしまった。あたりは暗くなり、もうどうしたらいいのかわからず大声で泣いた。すると前の家からおばさんが出てきて、迷子？と聞いてきてた。黙ってうなずくと、この道から来たの？とあの小道を指さして聞いてきた。また黙ってうなずくと、やっぱり、とりあえずうちにおいで。と言い、おばさんの家へ入れてもらった。ジュースとお菓子を持ちそうになりながら少し話をしたが、おばさんが言うにはこういうことがちょくちょくあるらしい。家の前で子供が泣いていて、理由を聞くと迷子で、どこから来たのか聞くと必ずあの小道から来たという。なんか危ないからね、もうあの道を通っちゃダメだよ。家に電話をしてもらい、親に迎えに来てもらって、なんとか帰ることができた。481。これに関連してもう一つ。あの小道を通る理由というのは、小道を作っている二つの家のうち、奥の方の家にある。その家は小道の片端塀で囲まれているが、道路沿いの片端高さ1メートルほどの鉄柵で囲まれている。その鉄柵は先端が槍のようになっていて、しかも歩道はドブ板1枚分の幅しかなく非常に危ない。帰りにこの家の前を通るとき、いつもドブ板につまずいて、目に鉄柵が突き刺さるという妙にリアルな映像が頭にちらつく。それが異様に怖い。登校時は集団登校で普通に通れるのだが、一人でこの家の前を通る下校時はなぜか怖くて仕方がないので、横の小道を通っていた。しかし前述した迷子事件があってからは小道を通るわけにはいかなくなり、気をつけてその家の前を通って帰っていた。482。迷子事件からしばらくして、下校時にいつものように鉄柵の家の前を、気をつけて通ってから、少しして、若い女性二人とすれ違い、また少し進むと後ろから女性の悲鳴が聞こえた。驚いて振り向くと、さっきすれ違った女性のうちの一人がつまずいたのか、鉄柵に顔が突き刺さっている。数十メートル離れているからよくわからないがピクリとも動かない。もう一人の女性はただただ叫ぶばかりだ。異様に怖くなり、その場から逃げ出したのでその女性がどうなったのかはわからない。怖いのはそんなことがあったのに20年近く経った今でもその家の鉄柵はそのままだということ。被害者があの女性だけとは限らない。どんな人が住んでいるのかはわからないし、あの小道との関係もわからないが恐ろしい家だ。483。シャレなんね。486。中学校時代に体験した不思議な出来事。中学時代、私は、吹奏楽部に所属していました。部員も少なく、放課後の練習もほとんど個人練習ばかりで、私は、友人と音楽準備室、で遊ぶのが日課のようになっていました。遊び方も今にして思えばくだらないもので、大型楽器がしまいわれている戸棚の中に隠れるというものでした。事件当日、その日は私と S 君以外音楽室に来ている者はおらず、私たちはいつもの遊びに興じていました。487。私が隠れた戸棚は、抜き差し方の鍵がついており、外側から鍵をかけることができます。さて、私は、戸棚の暗闇の中で S 君が見つけてくれるのを待っていました。しかし一向に S 君は現れません。戸に耳を密着させても外から何一つ物音がせず、少しばかり不安になった私は、
外に出てみようと戸を引きますが、びくともしません。鍵はかかっていませんでした。抜き差し方なので、差し込んだら必ず音が鳴りますし、鍵が内側に入ってくるのが見える。故に鍵がかけられていないのはすぐにわかったけれど、どれだけ力を込めても戸は開かない。488。きっと、S 君が外側から押さえつけているんだ。不気味に思いながら、そんな考えが脳内を借り、S 君が音楽室に入るまでお笑いをしていたダジャレを、言ってみることにしました。笑わずとも、何かしらの反応はあるはず。が、これも反応なし。それどころか、いきなり、外側から戸を爪で引っかくような音が鳴り響きました。ちょうど猫が爪研ぎをするような感じで、ガリガリ、ガリガリ、と。489、おいおい、ふざけるのも大概にしようよ、と、息苦しさを感じつつ、少し度胸を込めて言ってみると、今度は、どんどん、どんどん、突然爪研ぎの音から、戸を激しく叩く音に変わりました。これはただことではないと直感した私は、不安と恐怖で全身が凍りつき、耳を塞いで音が止むのを待って、いると、音楽室の扉が開く音が聞こえ、あまりにもあっけなく引き出しの戸が開きました。顔を覗かせる S 君。490。まだ隠れていたんだ、わら。などというものですから、こっちはすっかり怒って。悪ふざけもいい加減にしろ。とどなっていると。は?俺って今まで職員室で先生と話していたんだけど?なら確かめに行くぞ。ということで職員室に向かい、先生に話を聞いてみれば、確かに S 君は先生と話していました。私が閉じ込められている間、ずっと。491。ならばあれは一体誰の仕業だったのか ?S 君に先ほど起きた出来事を話しながら、今日はもう帰ろうとということで音楽室にカバンを取りに行った。音楽室と音楽準備室の位置なのですが、といった作りになっていて、準備室の扉付近には大きな鍵盤が置かれている。S 君がふと、音楽準備室の方に目を向けると、彼は顔を真っ青に染め上げて一目散に走り去ってしまいました。カバンも何もかもを放り出して。492。一体どうしたのかと、私も準備室のテンパニの下側に目を向けてみると、青白い顔の女がこちらを見ていた、いたずらが成功した時のような笑顔を浮かべて。それ以来、私たちは、遊び、お一切しなくなり、卒業した今、後輩たちに話を聞いても不思議な事件は起きていないとか。あれは一体、誰だったんだ?以上です。長文失礼いたしました。536。分け合って、両親とは別に暮らしているのですが、数日前、両親の家に行った時に母から聞いた話です。先日、母が通販か何かわかりませんが、安い数珠のブレスレットを買ったらしい。そしたら、数日して買ったところからいきなり電話があり、あなたは生まれながらにとても運が良い。しかし、良くないものがついてるから運気が落ちている。何かはわからないが、泣き声が聞こえる。もしかして、流産や中絶をしたことがあるのでは?と、突然言われたそうです。この他にも何か言われたのだと思いますが、ざっと話していたので、これくらいしか今はわかりません。私も初めて聞いたのですが、母は私が生まれる前に本当に一度だけ下ろしたことがあるそうです。結婚前に妊娠していたようなんですが、当時、母の両親は親父との結婚をもう反対していて、母の両親が下ろさせたそうです。その後、供養も何もしていないとか、その通販の方はどうしても気になり、電話をくれたみたいです。
家族はあまりこういうことは信じてなく、本当に驚きというか気味悪さすら感じているようです。供養に行こうと思いますが、どういう風に供養したらいいのでしょうか？564。それ、詐欺の可能性も否定できないな。通販業者と組んでやっているエセ能力者の可能性もある。通販って購入者名簿を他に転用したりもするんだよね。違う商品をおすすめしたり、名簿自体を売却したり。今回の商品は、購入者が心霊関係に興味があるわけで、その人らに心霊治療とか勧めるとボロい商売になるわけだ。この前知り合ったうさんくさい会社の営業マンが似たような商売してる。パワーストーンの購入者に占い師を紹介したりね。ビジネスの仕組みも実際の現場を見るとシャレコアなものがある。一度気にしてしまうと暗示にかかるから、近くで水国用をしてる寺に行けばよし。そこでお経でも唱えてもらえばいい。546。一昨日の夜に体験した話。仕事が終わって、まだ電車の帰宅ラッシュも収まらないような時間。駅から家までは自転車で10分程度なんだけれど、住宅街なので道はほの暗くて寂しげ。とはいえ10年間は毎日通っている道なので、特になんとも思わず自転車を漕いでいた。車2台はすれ違えない細い道、向かいから自転車がライトもつけずに走ってきた。暗いとはいえ、ちゃんと自転車がわかる程度の明るさはある。547。でもね、あと数メートルですれ違う距離になっても相手の雰囲気がつかめない。雰囲気、というか運転中の目の端から入る情報があやふやというか。ふと視線をやると、相手の顔が真っ黒。顔だけじゃなく、その下の首も服も何もが真っ黒。ちゃんと見てないけど多分手も足も真っ黒。塗りつぶしたみたいに目の場所も何もわからない。黒人さん。って一瞬思ったけど、遠くの自転車が判別できる明るさなのに顔が認識できないって。あまり見ないようにしてすれ違い、後ろは決して振り返らなかった。黒い人に意識が行きすぎて、その後ろからやる男が女乗せてチャリで走ってきている。気づかなかったのだけれど、やっぱり、ギャル男、とか、女の子、とか認識はできたんだよねー。あれ、なんだったんだろう。552。そういえばうちの妹が、真っ黒い人を見たと言ってたのを思い出した。昼で明るかったが、顔も体も黒。すれ違ったが、少しして振り返ったらもういなかったとか。555。タイが真っ黒の人って結構多いよね。本当か知らないけど火事とかで焼死した人って聞いたことがある。766。あと、古い霊ですでに形が保てなくなっているのも、影っぽい存在になるとか。559。です。気になっていたので他の方の黒い人目劇団が聞けてよかったです。少子大説ってのも初耳だったので次回行ったらよく観察してみます。あまり見てはいけない雰囲気でしたが。白い人、正確には白い人型のもや、も目撃したことがあるので白黒制覇です。550。入院してたら隣の空きベッドから女の手が伸びてきた。一通り俺の体をまさぐると、スルスルと消えた。夢かと思ったが、次の夜向かいのベッドに来た新しい老人患者がナースコールして怒っていた。腕がわらわら湧いてきて、寝られないよ。がだるかなるかここは。俺も老人も個室が空いた瞬間移動お願い、移動した。560。腕がわらわら湧いてきて、寝られないよ。がだるかなるかここは。この発言だけ取り出したら、老人特有の地方症状と受け取られないか？550。
3は自分の体験があるからちゃんと理解できるけど。それよりその老人、ガダルカナルで何を体験したんだ？その時の体験を踏まえての発言としたら、ほいー。562。確かに怖いなガダルカナル。585。祖父から聞いた話。昭和50年頃のことらしい。ちょうど今頃の早朝、散歩がてらに近所を流れる川の、ほとりに、くるみを拾いに行ったそうだ。上流で川に落ちたくるみが流れ着いてたくさん溜まって、る、よどみのようなところがあったらしい。そのよどみの近くまで来たとき、祖父の耳に、おい、おい、と、呼びかけるような男の声が聞こ、得たそうだ。あたりを見回しても祖父以外誰も見当たら、ない、ひょっとして自分のことかと思い、なんだべえ。と大きな声であたりに呼ばわってみたが、それに、はこたえず、相変わらず、おい、おい、とこ、不要な声だけが聞こえてきた。586。ともかく祖父は、声のする方へと向かってみた。釣り、人が怪我でもして身動きできなくているかもしれんと、思ったのだそうだ。そしてその後すぐどうもいつもの、よどみのあたりっぽいと気がついた。岸辺に生い茂った茅のやぶの間の小道。祖父がくるみ衆、胃のために切り開いた、ほんの隙間のようなもので衆。リア先はほとんど見えなかったらしい。お抜けて川岸に出。た祖父は、それを見た。よどみの水面に、くるみと一緒に人間がうつ伏せに浮かんでおり、その背に、かなり大きな牛ガエルが乗っていた。そして、その牛ガエルが、人間の男のような声で、おい、おい、唱えていたという。587、な、なんじゃ？と祖父が思わず声を上げたと、たん、牛ガエルは水死体の背から跳ねて、流れの方、へと泳ぎ去ってしまったそうだ。その後、慌てて家に帰り、警察を呼んだりと大変だ。たそうだが、牛ガエルの呼び声については自分で、も信じられず、警察には話さなかったということだ。祖父が言うには、その前にも後にも、牛ガエルの名、聞こえは幾度となく聞いたが、べえ、べえ、とは、泣いても、人間のような、おい、おい、なんて、いう鳴き声はその時だけだったそうだ。591、その人は事故死？事件？592、上流で釣りをしていて流された人だったみたいです。男性というくらいしか聞いてないです。詳しく聞けばよかった。のですが、10年ほど前に肝心の祖父が他界してしまいまして。593、事件だったら、無念で犯人を。ってことかと思った。588、まるで、死んだ男がカエルの口を借りて呼んでたような。589、見つけて欲しかったのかな。605、DVD、のリモコンがなくなったんで探してたら、4歳になる娘が、小人さんが持っていったよ。バイバイしてくれたんだよ。という、クレヨンデイも描いてくれた、リモコンは結局見つからなかった。小人は娘が遊んでいると、時たま現れて、いたずらしていくそうだ。クレヨンの使っていない色のものを持っていったり、持ち物に落書きしたり、確かにクレヨンケースには虫食いがあったし、娘のぬいぐるみやお絵描き帳によくわからない記号のようなものが書かれていた。それらは小人さんたちのいたずらだという、子供の戯れ喧嘩な、だったらいいのだが、火でもつけられたらたまんねえぞい。663、つい先日、祖母が亡くなった。祖母といっても父親の祖母なので俺から見ると曾祖母にあたるわけで家が遠いこともあり疎遠になっていた。疎遠だったとはいえ曾祖母が亡くなったのだからお葬式には当然参加し、めったに会うことのない親戚たちとも数年ぶりに会うこととなった。俺のスペックを書き忘れていたので、簡単に書かせてもらう。27歳独身。バツ1。会社員。
この年で曾祖母が最近まで健在だったのは珍しい方ではないだろうか。この話はこの曾祖母のお葬式のため、親戚で集まった時の話になる。曾祖母と私が疎遠であったと書いたが、小学校に入る前、6歳の時に、1ヶ月ほど曾祖母の家で一緒に暮らしたことがある。これは父親が家を新築する際に新築工事に遅れが生じたため、家の完成前に住んでいたアパートを出ることになったからだ。曾祖母の家は福岡県の田舎町にあり、近所にはゲートボール場や長屋の立ち並ぶ住宅街、何作ってるかわからない畑。小学校に入る前の好奇心旺盛な少年には毎日ちょっとした冒険だったのを覚えている。664、663の続き、話を元に戻すと曾祖母のお葬式では曾祖母の年齢が100歳手前だっただけに悲しみに包まれたお葬式というよりは、曾祖母はすごい、と褒め、生前はああだったこうだったと、思い出話をしながら曾祖母を送るような雰囲気だった。お葬式は近所の葬儀場でやったのだが、親戚一同は曾祖母の家へと場所を移し思い出話をしながらの宴会をした。曾祖母の家にあった写真のアルバムを見ながら懐かしむ親戚たち。俺は曾祖母の思い出といえば小学校に入る前くらいの記憶がメインだったため、アルバムを見ても知らない人の写真ばかりでやや退屈していた。その時、お、S がおる。S は父親。という声に再びアルバムに視線を戻すと、なんともドキュンな父親の姿が、なんで高校に通学するのに白のスーツなんだよ、わらと、苦笑。アルバムも古い方から順に見ていたので、父親の高校時代、成人式と次第に現在に近づいていた。俺の誕生日の1ヶ月の同居。ここで1枚の写真を見て、気づいたことがあった。665、664の続き。一枚の写真を見て気づいたことというのは、曾祖母と親しくしていたはずののりちゃんがお葬式に来ていないことだった。みんな、のりちゃんの写真を見るなり笑顔が引いたように感じた。のりちゃんは以前からいつも一人で遊んでおり、近所の小さな子供のいる家から、気に悪がられて苦情が来たりと、ちょっとしたトラブルメーカーだったらしい。しかし曾祖母は器の大きな人で、のりちゃんの一人遊びを止めることはしなかったらしい。むしろ苦情を出してきた家に、そんなに心配なら子供を家から出すな、と言い返したそうだ。実際、のりちゃんは年齢が45歳くらいということで、周りから見ると、45歳のおっさんが小学生のように一人で外で遊んでいるのは気味悪かったのかもしれない。だが誰にも迷惑をかけてないのも事実だ。666、665の続き。のりちゃんの話題で皆の笑顔が消えたことを不思議に思いながらも、そのまま宴会は終わり、遠方から来ている人は曾祖母の家に泊まり、近所の人は各自家へ帰っていった。俺も酒を飲んでいたため、曾祖母の家に泊まることにしていたが、曾祖母の家の近所に住んでいた M 姉ちゃん、35歳、バツイチ、に誘われ、市街に飲みに行くことになった。M 姉ちゃんは血のつながりとしてはかなり遠い親戚だったが、先輩の先輩というか友達から身のつながりが多かったため仲良くしていた。M 姉ちゃんなら小さい頃から曾祖母の家付近に住んでおり、詳しいだろうと思い切って、のりちゃん、はどうしたのかと聞いてみた。M 姉ちゃん曰く、高齢になってきて面倒見る人もいないので施設で暮らしているらしいとのこと。親戚一同はのりちゃんの面倒を見ずに施設に入れたことに負い目を感じ、写真の時は台に出さなかったのかなと一人納得した。667、666の続き。深夜2時くらいまで M 姉ちゃんと飲み、
タクシーでイム姉ちゃんの家に帰宅。この日は泊めてもらうことにした。酒を飲んでいることもあり、二人とも即爆睡。朝か、と思い目を覚ました時には、まだ周りは真っ暗。時計を見ると寝てから1時間も経っていなかった。1時間も寝てないのにこのすがすがしさはなんだと、不思議に思いながらも。もう一度寝ようと目をつむる、が、なかなか眠れない。しばらく目をつむっていれば眠れるかと思ったが全然眠れる気がしない。そのままカッチカッチと響く時計の音を聞きながらぼーっとしていた。何時間そうしていたのかわからないが、急に曾祖母の家で見た写真のことを思い出した。669、666の続き。やっぱり気になってたのか。自分の中の自分が囁く。なんとなく怖い感じがしてできるだけ考えないようにしていたのに、どうしても写真ののりちゃんのことが何か気になるのだった。思えば俺が曾祖母の家に住んでいた1ヶ月間、のりちゃんと一緒に遊んだ記憶はある。いつものりちゃんはお昼過ぎに曾祖母の家の訪ねてきて、俺は一緒に畑や近所の空き地に行って遊んでいた。そこまでは思い出せるが何かが引っかかる。何もしっくりくる回答が出ないまま昼過ぎに目を覚まし、M 姉ちゃんに礼を言って帰った。670、669の続き。この日は日曜日だったため、たまには実家に帰ってみようと思い車で実家へ向かった。昨日お葬式で会ったばかりなので両親とも久々に会う感じはなかったが、久々に実家の犬に会った。完全な猫派の俺も、実家の犬は可愛い。しばらくのんびり過ごしていたが、やはり、のりちゃん、のことが気になり、のりちゃん覚えてる？両親に切り出してみた。両親も当然覚えており、のりちゃんのことはよく思っているようで意外と軽くのりちゃんの思い出話になった。小さい頃の俺を連れてのりちゃんはあんなことしたこんなことしたと微笑ましい話ばかりだ。この話の中で意外な事実を思い出したが、驚くと一気に恐怖心が湧き上がってきそうだったのでぐっと答えた。6歳の頃の俺は母親に、のりちゃん、と、やんしゃん、と三人で遊んだと、よく言っていたらしい。671、670、の続き。ヤンシャン、名前を聞いて思い出したが今思えばありえない存在だった。俺の中で、どんよりして嫌な記憶が蘇った。ヤンシャンは、いつものりちゃんと一緒にいた人で遊ぶ時も大体一緒にいた。曖昧な記憶だが、一緒じゃない日もあったが 80% くらいはのりちゃんと遊ぶときはヤンシャンもいた。気がする。昼前に曾祖母の家にのりちゃんが来たときは曾祖母は、俺とのりちゃんの分の昼食を準備してくれるのだが、ヤンシャンの分はない。俺とのりちゃんの食事中はヤンシャンはのりちゃんの後ろで片膝立てて座っていた。曾祖母はヤンシャンと会話することもなければ目を合わすこともない。今思えば俺もヤンシャンと会話をした記憶はない。ただのりちゃんが、ヤンシャン、ヤンシャン、と呼び、親しくしているので一緒にいただけだった。672、671、の続き。ヤンシャンは学生服のようなズボンを履いており、上半身はいつも裸。髪の毛はのりちゃんとは違い、真っ黒で丸坊主。歳は30歳くらいだったろうかよくわからない。痩せているわけでもなく太っているわけでもなかったが、腕は太いなぁと思っていた気がする。声は聞いたことがない。のりちゃんはヤンシャンとどうコミュニケーションをとっていたのかわからないが、時々何かしらのやりとりの後に、キャッキャと喜んで騒ぐことがあった。内容は理解できなかったがのりちゃんが爆笑するので俺も一緒になって笑っていた。
ヤンシャンは騒ぐどころか真顔のままだったのを覚えている。673-672の続き。ある日こんなエピソードがあった。いつものようにのりちゃんが俺を迎えに曽祖母の家にやってきた。この日のりちゃんは一人で、これから一緒にヤンシャンを迎えに行こうというのだ。曽祖母の家から30分ほど歩くと駄菓子屋があり、その店には100円入れると2回遊べる格闘ゲームが置いてあった。ヤンシャンを迎えに行く途中、この駄菓子屋の前を通りかかった。ゲームを見るなり、のりちゃんがこれで遊ぼうというので、ヤンシャンのことも忘れてありったけの金をつぎ込んでそのゲームで遊んだ。駄菓子屋のゲームをやったり、駄菓子屋の向かいにあった公園で、遊んだりしているうちに夕方なりそろそろ帰ろうかということになった。帰り道で今日はヤンシャンを迎えに行くはずだったことを思い出した。やばいと思い、のりちゃんに大丈夫かな?と聞くと、のりちゃんはさっきまでヤンシャンも一緒にいたというのだ。絶対にいなかったはずだがと思いながらも、来たのなら挨拶くらいしろよと少しイライラした。674-673の続き。俺の中でヤンシャンの思い出はこれ以外にはない。ヤンシャンとは時々何かをのりちゃんに囁いて、のりちゃんを爆笑させる存在。話を戻すが、この日は夕食を実家で食べて車で自宅へと帰った。帰り着くなり M 姉ちゃんに電話し、ヤンシャン、知ってる?と尋ねた。M 姉ちゃんはヤンシャンを知らなかったが、なぜ?なぜ?としつこいので上に書いた内容をすべて説明した。すると M 姉ちゃんは満足そうに、調べとくよ、と軽い感じで答え、電話を切った。それから3日後、昨日の夜のこと、M 姉ちゃんから電話があった。少し忘れかけてたのりちゃんやヤンシャンのことを思い出しテンションが下がったが、電話に出た。すると意外にも元気な声で話しかけてくる M 姉ちゃんに少し安心した。675-674の続き。M 姉ちゃんの調査報告は下記の通り。M 姉ちゃんの父親はのりちゃんと歳が近く、のりちゃんの高校時代から知っていた。のりちゃんは20歳くらいの時までは健常者で、仕事、土木、中の事故で入院してから少しおかしくなった。のりちゃんの事故は原因不明、道路を作る時に地面に埋める鉄板、ガクレーンの紐が切れて落ちた時にのりちゃんに当たった。のりちゃんは片足を複雑骨折し入院。ほぼ片足ちぎれる寸前のようだったらしい。入院中から言語障害が出た。のりちゃんと同じ病室にヤンシャンと呼ばれる患者が入院していたらしい。退院後、のりちゃんの知的障害はどんどんひどくなった。退院後、一人で徘徊し、一人ごと野球に爆笑したりする様になった。事故で入院する前から孤独で、友達はいなかった。676-675の続き。のりちゃんのことはなんとなくわかった気がするが、ヤンシャンは入院した時に病院で知り合ったってこと以外は不明。俺が6歳の時は、のりちゃんの事故から25年近く経っていたはずだ。のりちゃんが20歳の時に病院で知り合ったヤンシャンと、25年近くも一緒に外で遊んでたってわけか?なんか考えると鳥肌が立った。怪我の程度は重かっただろうが足を怪我しただけの、のりちゃんが知的障害をうるさい、どんどん悪化しているのもおかしい。ヤンシャンに関して詳しい話は M 姉ちゃんからは聞けなかった。内心怖いし、どうでもよくなってきた、早く忘れたいと思った。677-676の続き。本当は1個前のレスで終わる予定でしたが、先ほど M 姉ちゃんから電話があったので追記。今でものりちゃんは施設で、ヤンシャン、の名前を出すというが、
のりちゃん自体ほぼ会話にならない状態なので、詳しくは話を聞けないらしい。のりちゃんの事故入院と同時期に、バイクで事故を起こし、頭蓋骨が割れるほどの怪我をした人がいたという。その人はのりちゃんと同じ病室で入院していたが、事故から3日ほどで亡くなってしまったらしい。その方の名前は山根さんというらしく、山根さんのお母さんとのりちゃんの友達は病室で挨拶をする仲だったと。ヤンシャンイコール山根さんだったとしたら、考えただけで胃が痛くて、すごい怖い感じがするのでこれ以上は詮索しません。長いだけで大して怖くなくてすみませんでした。692、自分の記憶と、人から聞いた話で辻褄を合わせてますから、ちょっと変なところがあります。昔、元彼の DV で骨折と打撲で深夜病院に担ぎ込まれました。自分の部屋に戻ると、留守電には、警察に聞くったらわかってんな、のどうかつと、ごめん、もうしないから許してくれ、の泣き声。恐怖とか、まあ洗脳状態というか判断力がおかしくなってはいたけど、さすがに殺されるかもしれないと思って、友達の部屋にかくまってもらって、友達の部屋でぼーっといろいろなビデオや DVD を見ていた。エヴァンゲリオンの映画、最近の新しいのじゃないやつ、デメサイアだったかな、ハレルヤが流れるのがあって、そうしたら、いきなり周りがパーッと明るくなった。上を見たら金色の雪が降ってきて、やべ、死ぬのかな?と思ったんだけど。しばらくしたら、金色の雪だか羽だけは降らなくなった。でも周りはキラキラしてた。いきなり、それまでの恐怖とか悲しいとか不安が消えた。今までブレーカーが落ちてたのが、いきなり上がって、あれ、停電してたんだ?みたいな、で、音楽はエヴァンゲリオンの映画の最後の、天岸よ来たれ。ってのんびりした曲調の歌になって、それを聴いてたらとても楽な気分になった。ずっと、その曲だけをエンドレスで聴いてて、そうだ、こんなとこにいちゃダメだ。って買い物に出かけたんです。693。ずっと、その歌を鼻歌で歌ったり、車の中では普通に歌ったり、心の中で歌いながら、警察に行って、留守電テープも合わせて恐喝と傷害の被害届を出して、引っ越し業者の見積もり頼みました。そして、元彼の家の彼の住んでる離れというかプレハブに入り、ホームセンターで買った釘打ち機器で、中のものに手当たり次第に釘を打ちました。元彼の洋服とか写真を一つずつ壁に打ち付けていく作業を歌いながらやりました。枕にはなかなか釘が刺さらなかったのを覚えてますが、それでも心は超ハッピーでした。指が折れてるから手が痛いはずだし、怪我の傷口が開いてガーゼが真っ赤になってたけど、痛みは全然ありませんでした。血で汚れてる、笑超笑える、くらいの感じです。694。まあ、そんなことをしていたので、当然、警察と救急車が来て、私は、病院に行きました。私は、頭部に出血があったか血栓があったらしいです。警察で私がやったことの写真を見せられましたが、部屋の壁に血のついた写真があって、全部の写真の目に釘が打ち付けてある状態で。うわ怖って、夜寝れなくなるレベル。血がついて釘だらけの枕とか、ホラーゲームみたいでした。キャッチーとはいえ、ドアはブロックで壊されていました。そこら辺、全然記憶がないのですが、元彼の家の人に、暴力振るわれたけど、これ流行り直すために必要なんです。とか、きちんと受け答えしてたんだそうです。もしかしたら、あの時脳内出血で死んでたり、元彼にストーカーされて、死んでたかもと思うと、シャレにならないですよね。人を殺したりしたかもしれないし。幸いにも短い入院で無事にまともに戻りました。
元彼とは裁判で一度顔を見ただけで済みました。メサイアと天岸よきたれを聞くと、今でもあの時のハッピーな感じを思い出して、ちょっと心が元気になります。すべてに愛されてることを実感し、すべてを愛せるくらいの満ち足りた気分だったんです。宗教の人が、神の愛を感じたとかいうのって、あんな感じだと思う。696。お、おつ、裁判って誰の？元彼による傷害？それともあなたの死でかした器物破損？あなたの場合、頭部負傷による心神喪失状態での行為ということで、起訴はされないとは思うけれど。698。元彼の傷害の裁判です。被害届取り下げしなかったし、救急病院に行った時点で警察も来てました。私の器物破損は、弁護士さんと一緒に、裁判所の人何人かに、当日のことを話したくらいです。警察にも行って話をしましたが、警察の人は親切で優しかったです。普通の応接室っぽいところでした。私の状態は、頭部の負傷と麻酔や鎮痛剤で錯乱していた可能性が高い。光がキラキラしてたのは、その時瞳孔が開いていたか幻覚ではないか。と入院中にお医者さんが説明してくれました。699。そっか、よかった。まさかとは思ったが、あなたが罪に問われたりしないで、その元彼は有罪になった ?701。判決の出る裁判に行かなかったのでわかりません。執行猶予がついたと思います。あまり覚えてないけど、民事での裁判は弁護士さんに全部任せて多少のお金をもらいました。早く終わらせないと、今度は元彼の頭に釘を打ってしまうかもしれませんから。708。あんま怖くないけど、先日友人二人が電車で帰宅中の時の話、時刻は夜の7時くらいで都内の電車、結構混む時間で友人二人はなんとか座ればかな話やたわいもない話をしていました。友人 A が、怖い話でもする？って感じで怖い話をしだしました。しかし二人とも怖い体験なんてしたことなく話もつき、友人 B、霊能力者が山に入ったら首吊ってる幽霊が見えるのかな W、みたいな話をしたら人混みをかき分けて急に友人二人の前に立った人が、俺のこと？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 イカループ。気持ち悪くなった友人 A が、違いますけど、って答えたら次の駅で降りていきました。昨日この話を聞いた私も変な人がいるなぁくらいに感じで、どんな人だったのって聞いたら友人 A が絵に描いてくれました。私が、メガネをかけたハゲたおじさん。下手くそだね W。そして友人 B が黙って読みたら、俺が見た人と全然違う、私たちも絵？ってなりました。友人 B も絵に描いてくれました。しかし全く違う人でした。友人 B が見たのは髪の毛ボサボサでメガネはかけてなくおじさんというよりサラリーマンみたいな感じでした。あれは一体何だったのか未だにわからないです。ここ数日に起きた話です。文章下手くそですいません。710。超怖い。うまく書けてるね。お互いここを盛り上げるために頑張ろう。712。ありがとうございます。私も使ってる電車で1日に2回人身事故が起きる電車なんでもしかしたらって思ってます。713。お前不賢こきすぎだろ。1日2回も人身事故起きる電車。多分路線だろ。なんてあったら。配線するか事故調が連日入ってテレビなんかでも特集組んで報道するレベルだわ。714。東武東上線は1日に怪人身事故ありますよ。715。リンク。716。俺が暴飲食店で働いてた頃。チェーン店の中でも古いが馴染みのお客さんや三世代で楽しむ人たちがいたから、トップクラスの売り上げを出してる繁忙店にいたんだ。基本調理場なんだが、一
必要に応じてレジにも立つし接客もしてたんだが、歴史あるせいか汚くて、転勤した初日から残って少しずつ掃除していったんだ。不要品の整理とか木材でできてるとこにワックスとか、だんだん綺麗になり、最初は警戒してたバイトの子らもちょっとずつ手伝いに来たりとコミュツールにもなった。で、表の掃除が進んだからレジ裏に手をつけようと壁に備え付けてある棚を開けたら忘れ物箱があったんだ。もうホコリもかぶってるし日付のついた紙が貼ってあるんだけど3年前とかごちゃごちゃして汚い。で、箱を取り出そうとしたらたまたま近くにいた10年働いてるベテラン女子が、あ、って言ったんだ、717。ん?とかを合わせると、なんでもない、という。じゃあ掃除を続けようと箱を出しホコリを拭こうとしたら箱の入ってた棚の、奥に違和感を感じて覗いてみたらお札を発見した。あまりに不自然な位置に貼ってあることと、さっきの女子の反応が気になって聞いてみたんだけど、知らないという。ふーんとその日は終わったんだけど、だんだん気になって他の従業員に聞いたけど、誰も本気で知らなさそう。だからその女子に、あれ汚いから剥がそうと思ってさ、と話したら、顔色変えて、ダメ、と訴えかけてくる。なんで、と聞いたら今度は教えてくれた。なんでも店舗ができた当時から社員は年に一度怪我をするらしい。救急車を呼ぶほどではないけど、病院に行くレベルとのこと。でも当然だけど怪我が起きる。お札を貼ろうにはならないままだったけど、そういうことを気にする人が社員になって話を知り、お札をもらってきて貼ったようだ。そしてそれを貼ったら怪我はくたりと止んで、バイトも店長も社員も入れ替わり、そのことを知っているのはその子だけになっていたそうだ。だが当時20代で、夜遅くなって深夜店舗で寝泊まりしている時に、店員を呼ぶピンポーンが鳴ってもはい?とその席まで行く俺。誰もいない店舗の事務所にいたらドアノブがガチャガチャ回されて、ハサミを持って確認したら誰もいない、とかいうことを経験してた俺は、718、迷わず剥がした。その子はあわわしてたけど、まあバイトが怪我しないなら良いやと思ってさ、そしたら次の日曜日に混んだ。1時間待ち2時間待ちと俺なら帰ると思うほど待つお客さんが多かった。調理が楽しい俺は、厨房でノリノリだったけども、なんかの食材が切れて裏にある冷蔵庫からそれを取ってこようと。小走りで途中のドア、アルミの軽いやつ、おとん、と開けて通過しようとしたら、そのドアはバネ?とかで自動で閉まるタイプではなくて、手で開けて、手で閉じるものだったんだけど、トン、と開けて開いたのを確認したのにビュンって感じで戻ってきた。こう切れた人がドアをバンッと閉じるような感じ。それが俺の顔面に直撃して左目のまぶたを切った。痛くはないけど、ビュッと血が出て、左半分真っ赤かな顔。大したことじゃないんだけど、当然顔に傷は残った。お札ってこういう意味だったのかな?と思いつつもまあ嫌で済ませた俺が甘かった。719。店舗には社員が2人いたんだよ。店長と俺は血を流したけど、店長は何も起きてなかった。強いて言えばバイトに嫌われていた。すごく、とにかくすごく。で、そのお札を剥がした1ヶ月後くらいに店長の具合が悪そうな日が続いて少ししたらカミングアウト。白血病になった。となったけど、知ってる人は2から3人だから黙っててほしいということと薬飲んでるから大丈夫という話。時々休みがちになっていって、バイトの子、お札の子、と話してて、まさか。お札は関係ないよね、という話になった。なのになぜか元のお札をもらったところに休みを合わせて行ってきた。で、同じように貼ったら店長の症状も軽くなったらしい。
らしいというのは張ってすぐに俺転勤。俺の代わりに配置された社員も怪我はしてないようだった。まあお札は大事だねという話。723。なんでお札を剥がしたんだ？奇妙な現象に遭遇していたのに。727。いじめで自殺するくらいならいじめ相手を殺せばいいのに。こんな意見をちょくちょく見かける。過激な意見だな。中学生の頃同じことを言っていた奴がいた。S。S は明るく気骨のある熱い奴でいじめとは無縁だった。何かの番組でいじめ特集がされた翌日、S は前述のようなことを言っていた。俺だったら絶対にそうする。だってバカらしいだろ？周りの意見はどうだったか忘れたが、S は鼻息荒くそう言っていた。中学卒業後、S とはもともと違うグループだったので疎遠になったが半年ほどして妙な噂を耳にした。S が高校でいじめられているという噂だ。正直言って全く想像ができない。ちょっと最初のキャラを間違えていじられ役になってるくらいのものだろうと思っていた。それからしばらくして S から家に電話がかかってきた。今まで一度もかかってきたことはない。どうしたんだろうと思い電話に出た母と変わった。728。もしもし。もしもし？ S？ おい。あうん、あ。おう、久しぶり、どうした？あうん、あの。あいや、なんでもない。ごめん。ガチャンツーツーツー。あれ？なんだろう、こいつ本当にいじめにあってるのかもしれないと思った。確かに声は S なんだけど話した感じが別人のようにおどおどした感じだ。翌日、友達にその話をすると友達にも S から電話がかかってきたという。自分の時と同じで要件も言わずに電話を切ったらしい。その日の昼休みに友達から電話がかかってきた。S が学校の屋上から飛び降りて自殺した。730。衝撃的だった。後で分かった外傷もあり、やはりいじめが原因だった。通夜は行わず、葬儀も身内だけで行うという。中学のクラスメイトや親しかったやつでなんとなく集まることになり、そこで判明したが、そこにいるやつほぼ全員にあの日 S から電話がかかってきていた。だがやはり S は要件も言わずに切ってしまったらしい。S の要件は何だったんだろう？はっきりとは言えなかったけど最後の SOS を出したのかな？親しかった人と最後に会話がしたかったのかな？それとも俺たちと話すことで自分が楽しかった頃、輝いていた頃の面影に触れたかったのかな？なんか全然シャレコアじゃないな。でも自分としては、あれだけ明るくて気骨のあるやつが、短期間で別人のようになって自殺をするというのが本当に怖かった。734。先日帰省した時にタクシーのうんちゃんしてる弟から聞いた話を書いてみる。あんまり怖くないかもだけど、夜0時近い時間に駅近くでサラリーマンらしいスーツ姿の男を乗せたらしい。ところがその男ひどく酔っ払ってて、乗ったもののはっきりと行き先を告げず、まっすぐ走れ、だの、今の交差点左だったのに、だの、あげく、こんなんじゃ代金払えねえなぁ、とか言い出した。弟は、払えない、と聞いた時点でタクシーを止めて、ドアを開けて、お客さん、悪いけど代金払うつもりないんだったらここで降りてくれる？ここまでの代金いらないから、と言ったらしい。まあ当然なんか大声で文句を言ってくるよ、払い男。その時、視界の隅に人影が映ったのでそっち見たら、タクシーの開けているドア側にある歩道に女性が立ってたんだって。ポニーテールで白っぽいワンピプラス黒のレギンス、
弟は黒の桃引きみたいの、って言おった。おとなしそうな感じの子。ちょっと困ったような顔してこっちを見ていたので、もしかして乗りたいのかな？って思ったのと、早く酔っ払い男を下ろしたかったので。お客さん、悪いけど次のお客さんがいるし早く降りてくれない？って言ったんだって。そしたらその酔っ払い男、ああ？とか言って開いてるドアから身を乗り出した。弟は女性に危害が及んだらまずいと思って運転席から出たんだけど、男は女性の顔を見た途端、飛び跳ねるみたいな勢いで奥の席まで体を移動して、車出して、って言ったらしい。いや、お前を乗せていく気ないしと思ってたら、男が、早く、お金もちゃんとあるし先に払うから、と5000円札を渡してきた。まあ金を渡してくれたなら、と思って、じゃあまあ乗ってっていいですけどねって言ってから、とりあえず待ってる女性に謝っといた方がいいかな、と思って、女性の方見たらにっこり笑ってこっちに向かって頭を下げたから、事情をわかってくれた、と思って弟も、すんませんね、って軽く頭を下げてタクシーを出した。736、734の続き。その後何事もなく男を家まで送ったんだが、5000円もかかる距離じゃなかったし、お釣り渡そうとしたら、釣りは、いい？って叫んでそのまま走って家の中に入っていったらしい。不思議に思いながらタクシーを出そうとしたあたりで目の前、というか少しは慣れた街灯の下にさっきの女性が立っている。似た洋服着た別の女性と思いたかったが、その女性が弟の方を見て頭を下げたのを見てゾッとしたらしい。だってタクシーで走った距離的に言っても生きた人間とは思えなかったし、何よりも景色からなんか浮いて見えるなと思ったら影がなかったし、弟はそのままバックで交差点まで下がってから向きを変えて会社に帰ったらしい。バックで下がる間に女性の姿はいつの間にか見えなくなってたらしいけど、で、それから何日かしてタクシー会社に電話があったんだって。ようやくすると、この前お前んところのタクシー乗ったら途中で降ろされそうになった上釣り線渡しやがらなかったぞ、ごらー。弟は、ああ、絶対あん時の酔っ払い男だわー、って思った。でも会社にその九段の経緯はすでに話してあったから事務の人が対応してくれたらしいんだけど、とにかく家には美に恋の一点張り。住所と名前、電話番号聞いときましたけど、どうしますかね？って、上司も交えて話し合ってたらまたその男から電話。今度は上司が対応したけど、何か変な応対。電話が切れた後、弟が聞いたら、さっきの件は自分の勘違いだったから来なくていいです。俺の住所誰かに聞かれても絶対教えないでください。とか言って電話が切れた、と。あの女性の霊は絶対あの男絡みだと思う。電話からして絶対あの男のせいで自殺したとかやね、とうとうとは言ってたが、自分にはそれ以上に気になることがあった。弟よ、多分その女性お前が、乗ってって言って言ったから、お前のタクシーに乗って酔っ払い男の家まで行けたんだと思うぞ。737、去年の実体験の話をします。6月の半ば頃の話。当時俺は、バイク買ったばかりで、大学が終わるとしょっちゅう一人でバイクに乗って、あちこちを走り回っていた。その日も特にすることがなかったので、次の日休みということもあり神奈川方面へ、結構な遠出をした。で、その帰り道、確か夜の12時過ぎくらいだったと思う。道とかも適当で標識を頼りにあまり車通りの多くない道を世田谷方面に向かって、進んでいると、急に前を走っていた車が急ブレーキを踏んで蛇行しガードレール、にぶつかった。目の前で事故を見たのは初めてだったのでかなりびっくりしたが、
そうも、言ってられないので、ひとまずバイク路肩に止めて車の方へ駆け寄った。車の窓から中を覗き込むと、中には女の人がいて両手でハンドルを持ったまま、頭をこうたれてガタガタ震えている。え？これやばくね？と思い、とりあえず窓越しに、大丈夫ですか？と、声をかけたのだが、女の人から返事はない。結構パニック気味だった俺は、ここで警察に電話しないととふと気づいて110番を、した。警察を待っている間、俺が何度か、大丈夫ですか？と聞いていると、女の人は、やっと車から降りてきた。見た感じ怪我はなさそうだが、顔色は真っ青で何かブツブツとつぶやいている。少しつぶやきが気になったので、どうしたんですか？と口元に耳を近づけると、震えた声でとんでもないことをつぶやいていた。続く。738、737の続き。子供引いちゃった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 。俺は、かなりよっとした。事故の瞬間を見てはいたが、子供なんていたか？記憶を思い返しても道路に、人影があったようには見えなかった。慌てて道路の方を振り返ったが、どこにも子供の姿はない。俺は、女の人を路肩に座らせて、あちこち歩いて見て回ったのだが、子供なんて、どこにもいない。走行しているうちにパトカーがやってきて、警官が二人降りてきた。警官に俺が事情を話し、警官もかなりあちこち探してみたのだが結局子供はいなかった。俺もいろいろ事情を聞かれたのだが、少なくとも俺は、女の人の乗る車が急ブレーキを踏んで、ガードレールにぶつかったところしか見ていないし、道路に人影も見ていない。俺は、自分の記憶にある通り警官に伝えた。サイド警官が女の人に事情を聞きに行き、俺も一緒に聞いていたのだが、女の人が、言うには急に道路脇から子供が飛び出してきて、衝突する音も聞いたという。でも現実にはどこにも子供の人影はない。警官の一人がパトカーに戻り無線で何か話し始め、もう一人の警官が女の人に、怪我はないかとか痛いところはないかとか聞いていたとき、急に女の人が道路脇にあった。カーブミラーを見て、ギャーとものすごい絶叫を上げた。続き、739、738の続き、びっくりして俺といろいろ聞いていた警官もカーブミラーを見た。カーブミラーには俺が、一番手前に、歩道の路肩に女の人が座り、その横に警官がかがんでいたのだが、女の人と、警官の後ろ、本来誰もいないその場所に子供が映っている。歳は4歳か5歳くらい、ちょっと良いところの幼稚園児が着るような服を着て、無表情に、鏡越しに俺たちを見ていた。俺と警官は多分ほぼ一緒に後ろを振り向いたと思う。しかし、そこには誰もいなかった。もう一度ミラーの方を見ると、そこには俺たち3人しか映っていなかった。女の人はこれで完全にパニックになって、とても話が聞けるような状態では、亡くなってしまい、警官が呼んだ救急車でそのまま運ばれていった。そして、俺には一応後でまた事情を聞くかもしれないと住所や電話番号を聞き、最後に、ああいうのはさっさと忘れた方が良い、気にしない方が良いよ、と言ってきた。が、そう言っている警官もかなり顔色が悪かったが、その後、警察からは特に連絡など何もなかったので、申し訳ないが後日談とか、真相とか曰くとか、そういうのは全くわかりません。以上で俺が体験した話は終わりです。740、久々に、ゾクッとした。想像したら怖すぎるな。742、マジかよ、怖。女の人大丈夫かね。774、5年くらい前の話。
上京して一人暮らしを始めた2年目のこと。当時はワンルームの社員寮、会社が借り上げたマンションに住んでて、夜勤週の休みの日だったから、夜中に電気つけずに老前名電見てたのよ。夜中2時くらいだったと思うけど、ふとドアの方を見ると、そこから見たことない男の顔が半分覗いてた。目が合って3秒くらいフリーズしてたら、バタン、と思いっきりドア閉められた。いやいや、笑ってな感じで、引きつった笑い顔で覗き穴からドアの外を見たら、黒いジャケットを着た男が、うなだれてるような感じで立ってる。すると、突然こっちを振り向いてニタニタと笑い、もうダッシュでどっかに走っていた。同じマンションで見たことないやつだったけど、誰だったのか。東京って怖いところだ。って初めて思った瞬間でした。775。ちなみに、うちの実家は近所がみんな親戚みたいな。ど田舎で、玄関に鍵をかける習慣がない。その時も玄関に鍵をかけてなかった。781。ゾッとした、鍵をかけないあなたの行動にも。807。2年ほど購読していた新聞の購読をやめることにした。すると毎日ひっきりなしに新聞の勧誘が来るようになった。一度断ると同じ人は来ないが別の人がまた来るようになる。まあそのうち来なくなるだろうと思っていたが一人のおじさんだけは毎日のように来る。そのおじさんは身長が140センチメートルほどしかなくボサボサ頭でかなり汚い身なりをしている。滑舌が悪く、合間に、ん?という独特の妙な癖が入る。正直言って不気味で会いたくないからイルスを使うが、絶対に出るまで何度も呼び鈴を鳴らし、帰ってくれない。ちょっといい加減にしてくれよ。もう何度も断ってるだろ。案外新聞でしけどん購読の契約を。いや、だからいらないよ。本当に迷惑だからもう来ないで。それでも翌日また来る、かなり参った。毎日聞いているうちに幻聴でもないが、ん?というのが耳に残って一人でいる時にどこからか聞こえてくる感じがする。808。ある日、顔見知りの Y 新聞の集金のおじさんに会ったので相談してみた。毎日来るんですよ、どうにかなりませんか?いや俺に言われても無理だねー。でも変だね、どんな人?小さいおじさんで滑舌が悪くて、ん?っていう癖のある人なんですけど。え、出た?出たかー。出た?来たじゃなくて出た?どういう意味だろう?出たってどういうことですか?いやーそのおじさんねお化けだよ。はい?え?お化け?俺この仕事20年やってるんだけど、入った当時から出るって聞いてたよ。小さくって、ん?って言ってたんでしょ?間違いないと思うよ。俺たちは妖怪んって呼んでるけど。お化けには見えなかったけどどうしたら良いんすかね?ちょっとわかんないなぁ、俺は、見たことないし、出たって話は聞くけど最終的にどうなったかは聞いたことないしまあ最悪の場合、引っ越しを考えた方がいいんじゃない ?809、お化けあのおじさんがお化け。ちょっとにわかには信じがたいけど、そう言われると余計会いたくなくなる。その日の夜もあのおじさんはやってきた。絶対に会いたくないからイルスを決め込んでいたが、やはりしつこい。ピンポンピンポンピンポン、一定のリズムで呼び鈴を鳴らす。1時間ほどしてようやく帰っていった。駄菓子屋にまた呼び鈴が鳴った。あのおじさんだ。ピンポンピンポンピンポン、また1時間ほどして帰っていった。本格的に参った。あのおじさんがお化けかどうかは、まだわからないがとにかく普通じゃないのは確かだ。
お化けをどうにかできる知り合いはいないし、本当に引っ越しを考えなければならない。811。翌日は夜の訪問をやり過ごした後にヘッドホンをして寝ることにした。深夜、トイレに行くため寝ぼけ目でヘッドホンを外すとあの音が聞こえた。ああ、やっぱり耳に残ってるなと思いながらベッドから起き上がると、薄暗い部屋の中に小さな人影が見えた。まさかと思って明かりをつけるとあのおじさんがベッドのすぐそばに立っている。淡い新聞でシケドン購読の契約を。驚いたがなぜか恐怖よりも怒りの方が大きかった。てめえふざけんなよ。何勝手に人の家入ってきてんだよ。マジでいい加減にしろよ、とにかくブチ切れた。するとおじさんは申し訳なさそうに謝ってきた。しいましんしいましん。そう言って頭を下げながらふっと消えた。812。本当にお化けだった。でもなんだろうこのお化け何をどうすればいいんだろう。翌日、やはり変わりなくおじさんはやってきた。淡い新聞でシケドン購読の契約を。契約してみるか。そうすればもう来なくなるかもしれない。でもお化けと新聞の契約して大丈夫だろうか？さらに怖いことになりそうな気もする。わかりました。契約します。おじさんはめちゃくちゃ嬉しそうだ。ありがごじゃすんありがごじゃすん。契約書にハンコを押そうとしたが契約書がない。しいましん次持ってきましゅんしいましん。そう言っておじさんは帰っていった。翌日からおじさんは来なくなった。契約をしてくれるというだけで満足したのかもしれない。それからすぐ引っ越したので結局そのおじさんが何者だったのかはわからない。契約していたらどうなっていたんだろう考えると少し怖い。822、俺の弟、小学生の時にひき逃げにあったのだが、その時の運転手の女性。目撃者の話によると、事故後すぐに車を降りてきた女は、弟の体を何ところか手で触れ、しばらくさすっていたという。ごめんね、と言いそのまま車に乗って去っていったという。その後、救急車で運ばれた先で医師が妙なことを言っていた。骨折したかのような所見があるが、骨はきちんと整復されている。しかしその場所の、特に目の周りの脂肪やら何やら、外れていて、まるで下手くそな手術をした後かのようだ、と。また、体のあちこちにひどい出血の跡のような血だまりができているが、止血した跡はない。ひどい擦り傷がたくさんあったが、砂や汚れがなく、洗ったかのように傷口は綺麗だった。一体何があったのですか？と救急隊員と揉めていた。結局弟は大事なく、しばらく入院して無事回復した。犯人は、まだ捕まっていない。823、ゴッドハンド。831、受援物件。1、いつもはロムの私ですがぜひ書き越させてください。小さい頃から怖い話が好きでいろいろ見たり、テレビやビデオ、聞いたりしてきた中でも上位に入る話だと思う。今日は彼が飲みに行ってて帰ってくるのが遅いので一人で怖い話を書き溜めています。この時点でちょっとドキドキ。そんなこれから話すこの話も今日みたいに彼が飲みに行ってきた土産話の一つだった。ちなみに私が体験したわけではないので文章の辻褄が合うようにちょっと補足、補完はしてますが聞いたままに書いてます。彼は不動産屋として働いており、その上司の体験談。この上司、イコール、ユーさん、仕事柄なのか、霊感が強いのかいろいろと体験しているそうだ。
彼と優さんが飲んでいて話も盛り上がりお酒もほどよく回ってきた頃、優さんが彼に。優さん、よし、この近くに出るマンションがあるから行ってみるか、と言い出した。彼も優さんが体験した数々の話を聞いているのでそっち系のマンションだということはすぐに気がついた。彼、いやいや、マジ無理ですよ。てかそんなマンションがあるんですか？という問いに優さんが体験したとあるマンションでのことを話してくれた。832。受援物件。2。その日優さんは知り合いのオーナーから新しいマンションを購入したいということでいろいろ物件を探していた。その中で机の上に置いていた物件資料が目に入りオーナーの希望に近い物件だったのでオーナーに連絡を取り、そのマンションを見に行くことになった。マンションの部屋を見るために優さんは管理会社に連絡を取ると、閲覧可能な部屋が1階にあるらしく。通常は管理会社に鍵を取りに行って中を見るというのが普通らしいが、そこの部屋に限っては鍵は開いてるから好きに見て大丈夫、という部屋だったそうだ。優さんはオーナーと落合霊の物件へ。言われた通り部屋の鍵は開いていて玄関の扉を開けるとリビングへと通じる廊下が。そして優さんの目に入ったのはそのリビングの扉の上にお札が貼ってあったということ。まあ、物件によっては以前住んでいた人が剥がさずに、そのままということもあるらしくそれほど気にならなかったらしい。そしてリビングに入るとベランダが目に入った。するとそのリビングの窓の上に毛札が貼ってあったそうだ。優さん、ここに毛札が。と思い周囲を見てみると扉という扉の上にお札が貼ってあったそうだ。優さん、なんだか気味が悪いな、と思いながらオーナーと二人で部屋を閲覧する。その部屋の間取りはというとリビングを真ん中に左右に一部屋ずつ部屋のある 2LDK の物件。購入前提ということで念のために優さんは戸の締まりが悪くないか、取り付けが悪くないかなどプロの目で物件を見て回った。834、受援物件。3、オーナーと優さんは互いにその1部屋ずつおのおのに見て回っていた。優さんが見ていたその部屋に観音空きになるクローゼットがあったらしい。そのクローゼットがちょっとおかしかった。観音扉での真ん中の切れ目にこれでもかというほどに、お札が貼り付けられて、まるで中に何かを封印しているかのようだ。通常の人なら異常さを感じて手を触れないのが当たり前だと思うのだが、優さんは過去にいろいろ経験してることもあったりで、一瞬の戸惑いもあったものの、怖い、というよりも中に、何が入ってるのかという、好奇心、の方が勝ってしまったのだ。その扉を開けると決意したら行動は早い。貼ってあるお札を剥がしその扉の取っ手に手をかけ優さんは力いっぱい引っ張った。すると、扉が開かない。何か引っかかってるのか？と思って一生懸命と手を引っ張ってクローゼットを開けようとした。しかし開かない。数度同じように繰り返してもそのクローゼットは開かなかったのだ。ダメか。そう思って諦めて取手から手を離そうとすると中からぐいっと扉を開こうとする力が中から感じた。優さんはとっさに扉が開かないように今度は取手に力を加えた。835、受援物件。4、中から押してくる力は押すたびに強くなっていき、優さん一人では抑えきれなくなり、最後にはストレッチのアキレス腱伸ばしの状態で力いっぱい扉が開かないように踏ん張った。オーナーというともう一部屋の方から。おい、そろそろ行くか？という声が聞こえた。しかし優さんには答えるなど余裕はない。中からの力の方が強く、少し、また少しと優さんは後ろに押され少しずつ、
少しずつクローゼットの扉が開かれていった。だんだんと開かれた間からは黒い闇が広がりつつあった。もうダメだ、力が入らない。と思い開かれたクローゼットの中をユウさんは見てしまったのだ。836、受援物件。5、ギロリとこちらを見上げる二つの目の玉を。うわ、と思って暗闇に目が慣れると人がこちらを覗くようにそこに人がいたらしい。ユウさん曰くこうやって振り返って考えてみると、多分あの部屋は古い部屋をリフォームしたものだと考えられるとのこと。お札が貼られていたクローゼットは和室の押し入れをクローゼットにした感じ。だから多分観音扉を開くと真ん中で仕切る間仕切りだけのクローゼット家だと思うけど、その下の方から間仕切りに手をかけてニュッと覗き込むような感じだったんだと思うと語っていた。上から見たず。下手でごめんなさい。さすがにユウさんもそれを見て、やばい、と感じ、途中まで開いてしまった扉を放置して足早にオーナーを回収しその部屋を去ったとのこと。837、受援物件。6、後日管理会社に例の部屋のことを聞こうと電話してみたところ、売りにも出してないし見るように部屋も鍵を開けて開放なんてしていないとのこと。しかし売りに出ていた資料を見て電話をかけたことを覚えていたユウさんは、その証拠の資料を探そうと思いスクラップファイルを開いたが、その資料を見つけることができなかったそうだ。そのマンションは今もそこにあるらしい。この話を聞いてここに来る人なら知ってる人も多いはず、有名なホラー映画、ジュエン。それをふと思い出した。果たしてあのクローゼットに封印していたものは何だったのか、そしてユウさんが解放してしまったあの部屋は今どうなっているのか。気になることはたくさんあるけれどこれで話を終わります。838、受援物件。7、文章に起こして人にわかりやすく、私が感じた怖さを伝えようとするのって難しいですね。の、長々とお付き合いありがとうございました。彼の上司という近場の人が経験したということも手伝ってとっても怖く感じました。最終的にはユウさん、本当に彼連れて行く気満々だったらしいんだけど、あーだこーだでどうにか逃げて帰ってきたと彼が言っていたので、そのマンションに行くことはなかったらしいです。どのマンションかだけ聞いた？って彼に聞くと、彼もどのマンションかだけユウさんに聞こうとしたら、一緒に行かないなら教えないと言われたそうです。オメガ。ポリポリ、ユウさんの体験談は他にもあるのでぼちぼち投下できたらなと思います。841、街を歩いていた若い母親とその幼い子供が通り魔に刃物で、刺殺されるという事件が起きた。犯人は捕まったが、警察の取り調べではしばらく前から頭の中で殺せ、殺せ、という声が聞こえてきて、気がつくと刃物を持って外を、彷徨っていたと供述した。その母子に出会う前まで多数の人間とすれ違っていたが、通り魔とは、言いながら母子を狙いすましたように刺殺した。もちろん犯人と被害者母子には全く面識もなかったわけだが、母子の前を通りかかると頭の中の声がそいつらだ。殺せ、殺せ、と、命令してきたという。警察が不審に思って家族関係や周辺関係を調べてみると、恐ろしい事実が判明した。過去に犯人の祖父が被害者母子の祖父に刃物で殺害されたという、事実があったという。偶然か因果応報かそれはわからないが、そういう恐ろしい話が実際にあったという。843、深川だよなこれ。842、シャレにならない怖い話といえば、大分県日の出町の事件も怖いよな。人口3万人弱の小さな町で短い期間に老夫婦殺害事件、2歳女児行方不明事件。3
36歳女性行方不明事件が立て続けに起きているそうだ。ただの偶然なのか、それともそれぞれの事件に関連性があるのか。2011年6月27日、老夫婦2名の刺殺遺体が発見される。2011年9月12日、36歳主婦が自宅から行方不明となる。2011月9月13日、2歳女児がスーパーで駐車中の車内から行方不明となる。しかもこれらの事件は同じ敷地町内の1点を、県内の狭い範囲で発生している、という。別々の事件なのか同一犯人の犯行かはっきりしてはいないが、恐ろしい話だな。844、今日私もニュースでそれ見た。なんか、怖いよね。852、俺が幼稚園の時の話、俺の幼稚園にはお迎えのバスなんてリッチなものは存在せず、毎日自宅から歩いて幼稚園に通っていたんだ。幼稚園に行く道は2本、近い道と遠い道。俺は、ほぼ毎日近い道を通って幼稚園と行き来してた。ちなみに遠い道には俺の行きつけの駄菓子屋があって、そこの駄菓子屋には真っ白で緑の目をした綺麗な猫がいた。俺は、身のところ猫が苦手なんだが、そこの家の猫は好きで、駄菓子屋に行った時にはいつも猫を眺めていた。駄菓子屋のばあさんは触っていいよとか言うんだけど、俺は、猫苦手だし。第一その猫、なんかこう、触っちゃいけない高貴な雰囲気漂わせてて触れなかった。ただ、綺麗だなーって見つめてた。853。ある日いつものように近い方の道を通って家に帰ろうとしたら、いつもは駄菓子屋のばあさんの膝の上にいるあの白い猫が外に出てるんだよ。あれ？珍しいなぁとか思ってると、いつもは置物のように微動だにしない猫が白くて長い尻尾を俺に向けてひらひら動かすんだよ。こっち来てもいいぞと言われたような気がして、俺すごく嬉しくなって猫のそばに駆け寄ったんだ。そして初めてその白猫を触った。猫は目を閉じてじっとおとなしくして俺に撫でられてた。すごく暖かくて心地よかったのを覚えてる。猫触ったついでに駄菓子屋寄ってばあさんとだべって、そのまま遠い道から帰宅した。家に着いたら親と祖母が真っ青な顔して俺に駆け寄るんだよ。どうしたのって聞いたら、その日、俺がいつも通ってる道に刃物持った変質者が現れて、警察来て大騒ぎになったとか言ってるの。しかも、その変質者が現れた時間がちょうど俺の帰宅時間。親たち超慌てちゃって、俺のこと探し回ってたらしい。その話聞いた時はもう、背筋がゾッとした。あの駄菓子屋はもうないけど、未だにどんな猫見てもなんかおやつあげちゃうぜ。854、猫におやつやるのはやめれ。野良だった場合、また餌もらえると思ってそこに居ついて、近隣住民に迷惑かける可能性があるし。そうでなくても変なもの食べると尿道結石とか、膀胱炎になることもあるから迂闊なものはあげないように。本当は触るのも自身の健康上止めた方がいいが、餌やるくらいなら撫でる程度にしとけ。まあ向こうから寄ってこない限り放置しとくのが一番猫的には嬉しいだろうけど。871、中学校の先生から聞いた話。先生は大学生の時、マンションの1階にあるラーメン屋さんで働いていたらしい。結構夜中まで働いてたらしく、帰宅するのは朝方だった。ある日、仕事も終わり厨房の片付けをしていると、外からパーン、と大きな音が聞こえた。その音に店の人全員驚いちゃって、急いで外に出てみたら、何にも変わったことがなかった。強いて言うなら、店の近くにある電柱に置いてあるお供え物がなくなっていたこと。その時はお供え物を盗んだバカがいるって笑い話になったんだけど、それが毎日も続くようになったから、みんな不思議がったらしい。で、その後にマンションの階段を駆け上がっていく足音がした。という話にもなり、お店の人はこれは幽霊なんじゃないと思い始めた。872。続き。
それから何日か経ったある日のこと。さすがにこれじゃあシャレにならない、ということになって、じゃんけんで負けた人があの不思議な足音の正体を調べることになった。僕、で、先生、もしかして、先生、じゃんけんで俺が負けた、とも、うわ W マジはロス WW。先生は負けた。ガチで嫌だったらしい。泣く泣く、マンションの階段を上り、一階ごとに確認してみると、ある階で一つだけ部屋の扉が開いていた。先生は、ああ絶対ここだわ。もう、なんかいるもん、と直感的に感じたらしい。で、勇気振り絞って扉を開けて中に入ってみると、お菓子を抱えた管理人さんがいた。877。続き。え？お菓子を盗んだのは？え？え？先生はすごい混乱した。普通なら笑い転げているところだけど、夜中のせいか随分落ち着いていた。それから管理人さんに訳を聞いた。先生はそれを聞いて呆然としてしまった。管理人さんの息子さんはこのベランダから花火を見ていて、誤って落ちて死んでしまったこと。そして、娘さんがここで自殺してしまったこと。夏の暑さを忘れた。それから、ここでは相次いで自殺する人が多くなったらしい。先生はあの音は、人が落ちた音だったのか、と思った。ベランダで手を合わせて、しばらくの間管理人さんと一緒にいた。幾分か過ぎて、管理人さんに別れの挨拶をして、部屋から出た瞬間、あの音がした。急いで先生は部屋に引き返したが、そこには管理人さんはいなかった。管理人さんは、外の地面に倒れていた。真っ赤な血の海とはこういうことだったのか。それからマンションは封鎖し、ラーメン屋もなくなった。今でも先生はその時のことを鮮明に覚えているらしい。僕が聞いた怖い話の中で、これに勝る怖い話はない。878、871、です。長文、多分ですいません。今年の夏に先生から聞きました。体験者から聞く話は、また違う恐ろしさを持っていますね。881。ちょっと訳がわからないんですが、なぜ、駆け上がっていく音イコール幽霊？なぜ、管理人さんはお供え物を取っていたの？886。すいません。説明不足でした。パーン、と音が鳴った後に階段を駆け上がっていく音がいつも聞こえたので、人がいるか確かめたんですけど誰もいなかったからです。管理人さんはただ回収していただけです。説明不足で申し訳ありません。他にもわからないことがありましたらお聞きください。901。大学卒業後からずっとアパートの4階で一人暮らしをしており、月に一度くらいの友人との宅飲みを除けば、来客がほとんどゼロの静かな部屋でそれなりに快適に過ごしてきた。ある夜、近所のコンビニで酒とつまみを買い足しに出かけて、10分ほどでアパートに戻ってきたのだが、なぜか1階にある郵便受けが完全に開いた状態になっていた。もともとポストに鍵なんてかけてないから、別段気にするほどのことでもなかったのだが、他の号室の郵便受けはしっかり閉じている中、自分の部屋のポストだけが、不自然に全開にされているのは少し気味が悪かった。ただその時はあまり気に見ず、郵便受けをパタンと手で閉じて、そのまま階段を上り自分の部屋に戻った。ほろ酔い程度に酒を飲んで、座椅子に寄りかかりながら良い気分でテレビを眺めていた時だった。ピンポーン。とチャイムが鳴り、それに続いて、ごめんください。と中年男性らしきやや太めの声が聞こえた。時刻は午後11時を回っていた。テレビの音量は控えめだったし、窓も閉じていたため、苦情はまずありえないだろうと思っていたのだが、この時に胸騒ぎというか、
嫌な予感がしていた。なぜなら、先ほど下の郵便受けが自分の号室のところだけ、不自然に焼かれていたことを思い出したからだった。今にして思えば、あのポストは一人で見開いたのではなく、誰かに開けられたものだったように思う。嫌な気持ちを抑えつつ、玄関のドアを開けようと照明のスイッチを入れた。オレンジ色の白熱灯が玄関付近を照らし出したとき、ドアの向こうで、コン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 、と変な音が聞こえた。その音はドアの間近で鳴っており、ノックというよりは何か硬いものをドアにぶつけているような音だった。コン、コン、コン、という音は次第に大きくなり、カン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 、と、ますます激しい音になっていった。アパートのドアには小さな穴があり、それを通してドアの、外側に立つ来客を屋内側から覗けるようになっている。来訪者が一体何をしているのか確認しようとその穴を覗くと、あまりの光景に全身が凍りついた。902。ドアの向こうには、見知らぬ女が後ろ向きに立っていた。まず目に入ったのはバサリと垂れた真っ黒の長い髪。こちらに後頭部を向ける姿勢で突っ立っていて、こちら側からその女の顔は全く見えなかった。その女は真っ白の浴衣のような着物を着ており、まるで棺桶に入った死者のような姿をしていた。想像してほしい。アパートの鉄製のドアの向こうに立つ、白い着物の女の後ろ姿を。あまりにも不自然な光景を目の当たりにして、途方もない絶望感だけが全身を支配していた。霊の音はさっきよりも恐ろしい大きさになり、ガン、ガ、ガン、ガン、ガン、と、とんでもない音量で響いていた。しかし、ドアの向こうの女は何の前触れもなく視界からふっと消えて、音も聞こえなくなった。なぜかその時、自分の命が助かったんだという妙な実感が湧いて、ドアを開けることができた。女が立っていたはずの場所には何もなかった。念のため一階のポストの中身も確認したが、チラシ一つ入ってはいなかった。これまで来客自体が皆無と言っていい部屋だったのだが、この日の来客だけは明らかにまともな人間ではなかったと確信している。前回にされた郵便受けとの因果関係はわからない。やはりあれは幽霊か何かだったのだろうか。今も、一階の郵便受けを見るたびに自分のところだけ開いているのを思い出し、ヒヤヒヤしている。905? で、なんでこういう話ってドア開ける人いないの ?906。入ってきたら怖いだろ、わら。947。開けた人は、もう喋れなくなるからじゃないの ?908。901です。明らかに幽霊かなんかとしか思えなかったので大家さんに聞いてみたんだが、少なくとも今のアパートでは自殺や事故死は一度も起きていないらしい。戦時中にはたくさんの死者が出てたと思うけど、関係はわからん。909。そうか、ご苦労。977。先日あることがあって思い出してしまった話があるので書きます。十数年前の話。週末に前走で朝まで打とうと思っていたが、かなり負けが込み、2時頃になってほぼおけらになってしまった。マスターは、始発まで休んで行きなよと言ってくれたが、かなりカッカ来ていたので断って店を出ることに。さあ、始発までどうしようと思いながら自販機でコーヒーを買い、道端に座って休んでいると後ろに気配を感じた。振り向くと頭のハゲかかったおっさんがすぐ後のビルに寄りかかってこっちを見ていた。あれ?いつの間に?と思ったが特に気にせずコーヒーを飲んでいた。するとボソボソっと後ろから何か聞こえた。一人ごとかな?それとも俺に話しかけてるのかな?した?やっぱり俺に話しかけてるのかなと思い、振り向いて、何か?と聞いてみた。
あなた、私のこと殺しました？ゾクッときた。でも繁華街だけあって明るいし、周りにちらほら人もいるので、それほど恐怖もなかった。いやいや、殺してないっすよ WW。 まあウサギにも角にも関わらない方が賢明だと思い、その場を後にしたが、後ろからついてくる。なんで逃げるんです？私のこと殺したくせに。ブツブツ言いながらついてくる。やばい奴に絡まれたなと思い、とりあえず近くのコンビニへ逃げ込んだ。978。始発まで立ち読みしようと思ったが、おっさんがコンビニの中までついてきた。人殺し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 。他に立ち読みしてる人もいるので、いたたまれなくなり、雑誌とチューハイを買ってコンビニを後にした。もちろんおっさんは後ろからついてくる。おっさんは中年太りで腹が出ている。足は速い方なので全力で逃げれば絶対に振り切れるはず。意を決して走り出した。アトロは振り返らず息の続く限り走った。もちろん振り切った。とにかく明るくて人のいる場所へ行こうと思い、近くの公園へ行った。そこそこ明るいし、カップルリーマン風の男ホームレスなどこの公園には結構人がいる。ベンチに腰をかけてチューハイを飲みながら雑誌を読んでいた。なんとなく、本当になんとなく後ろを振り向くと、真後ろにあのおっさんが立っていた。今まで無表情だったおっさんがニヤッと笑った。人殺しのくせに、なんで逃げるんです？人殺し。人殺し。人殺し。今まで危ないおっさんと思っていたけど、もしかして。でもなんで俺なんだ？当たり前だけど何の面識もない。もうどうしていいのかわからない。どこへ逃げてもこのおっさんはついてくる気がする。とりあえずここには人がいる。ここで始発の時間まで耐えよう。979。おっさんの声は聞こえないふりをしてチューハイを飲み、雑誌を読んだ。人殺し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 。しきりに時計に目をやるが、なかなか時間が進まない。人殺し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 。チューハイはとっくに空になり、雑誌の内容はとても頭に入らない。人殺し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 。なんだろう、なんだかわからなくなってくる。本当に俺が何かをやったようなわからない。見てはいけないと思っていたが、ちらっとおっさんを見てしまった。おっさんの顔は見る影もないほどボコボコに腫れ上がり、腹部は血で滲んでいる。もう無理だ。始発まであと40分ほどあるが耐えられなくなり駅に向かって歩き出した。駅に向かう途中ある不安が頭をよぎった。このおっさんは俺の家までついてくるかもしれない。俺は、見るも無残な姿になったおっさんに必死に謝った。もう勘弁してくれ、とにかく俺が悪かったよ。人殺し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 。ごめんなさい。許してください。お願いします。人殺し。人殺し、人殺し、人殺し、会話にならない。このおっさんは許してくれない。980。この理不尽な出来事に耐えてきた俺もさすがに切れてしまった。ふざけんじゃねえよ。俺じゃねえって言ってんだろうがクソハゲ。ついてくんじゃねえよ。この腐れ、バリ雑言を叫び、自転車など周りのものに当たり散らした。自然と涙が出てきた。なぜかはわからないが精神的に限界に来てたんだと思う。おっさんはニヤニヤしながら黙って俺を見つめている。しばらくすると警官が二人やってきて俺に何か話しかけるが、警官の言葉は俺の耳に届かない。
それからどうなったのかは思い出せない。気がついたら駅前の交番で寝ていた。だいぶ飲んだの？とし傘の警官が聞いてくる。俺は、何をどう答えていいのかわからず、しばらく頭の痛いふりをしていたが、昨晩のことを正直に答えると薬の使用を疑われるんじゃないかと思い、無難に答えておいた。それからしばらくはあのおっさんが頭から離れず、一人でいるのが怖くて友人の家を泊まり歩いていたが、あのおっさんは現れなかった。それから十数年経った先週の土曜日。あの日以来というわけではないが数年ぶりにあの雀荘へ行き、朝まで打った。始発に乗って帰ろうと思い、駅へ向かって歩いていると一人の若い男性が暴れていた。うっせえんだよ。ついてくんじゃねえよ。クソが。周りには誰もいない。一人で叫び、暴れている。まさかと思い、逃げるように駅へ向かった。若い男に殺されたのか何なのか、おっさんは今でも誰かを探している。今日体験した話です。その日朝早くから夜暗くなるまで部活があり、家に帰るなり体育機のまま爆睡してしまいました。目が覚めると深夜2時を少し回ったところでした。汗でベタベタだったので風呂に入ろうと思い起き上がった時、風呂場からパシャパシャという水を弾くような音が聞こえたのです。こんな時間に家族は起きてないしどうしたんだろうと思ったのですが、特に気にも留めずさっさと入ってしまおうと服を脱ぎ始めた時、またパシャパシャという音が聞こえてきました。誰かいるのかと思い脱ぎかけた服をまた着て見に行きました。風呂場には誰もいなかったのですが、浴槽の蓋が微妙に開いているのがとても気になってしまいました。いつもは気にしないのにと思いつつ浴槽の近くまで寄ってみたんです。そしたらその隙間から何かが覗いていました。一瞬で足の先から頭まで鳥肌が立ち、浴槽の蓋の隙間を凝視した状態で凍りついてしまいました。とりあえず逃げようと自室までダッシュしたのですが、その途中にある鏡に見知らぬ男の人が映っているのを見てしまいました。もう夜中に風呂に入ることはやめようと思いました。大学に進学することになり私は、引っ越しの準備をしていました。物に溢れて汚い、実家の部屋を少しずつ片付けながら、いるものといらないものを分けていたら3つの古びたカセットテープを発見、昔ダビングした懐かしい曲でもは言ってるんじゃないかと思い、その中の一つを興味本位で聞いてみた、ザーツッカモーゼドラゴンボール。ザーザー、幼い歌声を少し聞いた瞬間わかった。自分の声だ懐かしい。小さい時にやったことがある人もいると思うが、当時は自分の声を聞くというのが不思議で楽しかった。幼少から小学生にかけて隣に木村優斗くん、亀井、という同年代の子が住んでいて、優斗くんは私にいろいろな遊びを教えてくれた。その中の一つがテープレコーダーでの自分たちの声の録音だ。当時二人とも、ファミコンとかそっちのけで録音に夢中になったのを記憶している。小学校に入学する直前に優斗くんは親の転勤により引っ越してしまい、録音テープのことなんてすっかり忘れていた。すごい懐かしいなぁ。なんて思い出しながら二つ目のテープを聞いてみる。さあ何話そうか？なんか録音してるって意識すると話出てこんよね。わかるわかる。あはは。あはははは。亀は目並み打てるようになったらどうする？敵倒すよ。敵って誰？フリーザとか悪いやつ。そんなのいねえじゃん、あははは。こんなような会話をずっとしている。しかし違和感を感じた。自分の声はわかるとして、話している相手の声は明らかに子供じゃない。私は、ゆうとくんと話していたと記憶してるが十数年前の記憶なんて当てにならない。おそらくゆうとくんの父親と話してたんだろうと認識した。そして私は、よっぽどドラゴンボール好きだったんだなと苦笑い。少し休憩をと思い今に行くと両親がいた。
さっきのこともあり懐かしいので少し話してみた。ゆうとくんって昔、隣に住んでたよね。そう話すと両親が渋い顔に。え？なんで？と思った時、母が言った。木村さんのこと覚えてるんだ実は、母は木村さんのその後を話してくれた。神戸に引っ越した木村家は阪神淡路地震に巻き込まれ被災していた。両親は焼死。ゆうとくんに至っては行方不明のまま遺体すら見つからなかったらしい。少ししかない記憶の人だがものすごく切なくなった。自分の部屋に戻って、ゆうとくんの声が聞きたかったのもあり三つ目のテープを聞いてみた。テープを再生する。なんか緊張するな。さっきの人の声だ。子供の声じゃない。少しがっかりしたがそのまま続きを聞いてみる。まるまるくんへ、僕は、神戸に引っ越します。あれ？このセリフには覚えがある。はっきりと覚えてる。ゆうとくんが引っ越す直前に私にくれたお別れテープのセリフだ。神戸に行っても僕は、〇〇くんのことを忘れないから。僕たちずっと友達だよな。間違いない、ゆうとくんからもらったテープだ。しかし声が違っている。今度会った時はもっと新しい遊び考えてくるかさ、楽しみにしててよ。それから二人して巨人に入団する約束も忘れるなよ。それからもう話すことないな。あはは。じゃまた会おうね。ここで終わりだ。このテープだけは印象に強かったので覚えていた。10秒くらい呆然としているとまたテープから声がした。俺だけ再撮ったな。627。実際に自分が体験した話、ダラダラしててまとまりないし、オチもついてないけど。10年来の友人にイーちゃんというものすごく霊感の強い子がいる。どのくらい強いかというと、幼い頃から予言めいたことを口にしていて、それが口コミで広がり、わざわざ遠方からイーちゃんを訪ねてくる人がいた、くらい。その人たちの要件は主に、行方不明になった我が子を探してくれてというもの。イーちゃんは写真を見ただけで、その人物がどこにいるのかがわかる。そして、実際に当たっている。ただし、その人物が亡くなっている場合のみだけど。幼かったイーちゃんは深く考えずに、コンクリートの下に埋まってるよ。なんて答えていたらしい。やがて成長すると、自分がどれだけ残酷な回答をしていたか気づき、人探しは、断るようにした。それから周りには能力が消えたふりをし続けてきたらしい。本当はいつもうじゃうじゃ霊の存在を感じていたけれど。628。そんなイーちゃんと私は、中学で出会った。最初はすげえ美少女がいるなぁという印象だった。ちなみにイーちゃんはイギリスとのクォーターで、佐々木マレと北川景子を足して2で、割ったような顔をしている。あんまりに美少女だったから高校の時、芸能界入りを勧めたら、某大手プロダクションの、オーディションにあっさり受かりやがった。笑い。だけど本人にやる気がなかったせいか、半年くらいで辞めてしまった。それからは普通の高校生として、イーちゃんはよく私と遊んでくれた。学校帰りにはいつも二人で買い食いしてた。ある時、どこかの施設の外階段に座って二人でお菓子食べてたら、上から降りてきた。おばあさんに話しかけられたことがあった。おばあさんは足が悪そうだった。629。人がいっぱいおるけど、今日何かあるんですか？おばあさんが言った。下の道路はたくさんの人で溢れている。お祭りがあるのだ。こういう時、人見知りの私は、いつもイーちゃんに話を任せてしまう。しかしその時のイーちゃんは違った。そっぽを向いて、おばあさんと話す気などまるでなし。仕方なく私が答えることにした。祭りがあることを教えると、おばあさんは納得した。だからこんなに人がおるんだねー。おばあさんはニコニコしていて、足を引きずりながらゆっくり階段を降りていった。その間、
いーちゃんはずっと黙っていた。そしておばあさんの姿が視界から消えると、ようやく口を開いたいーちゃん。630、今の人、とっくになくなってるよ。驚いた。だってしっかり姿見えていたし、私は、会話までしている。嘘でしょ？私は、半笑いで聞いた。しかしイーちゃんは真顔だった。嘘だと思うなら階段降りて行ってみなよ。もう姿消えてるはずだから。半信半疑で階段を降りるも、すでにおばあさんの姿はなかった。一階まで降りて探してみたけど、どこにもいない。その階段というのが螺旋階段に近い作りになっていて、確か階段を使うためには、1階、5階、7階から入るしかないはずだった。5階から1階までの間に建物の中に入ることもできない作り。そして私たちが座っていたのが、5階あたり。そこから1階まで、足を引きずっていたおばあさんが短時間で降りられるわけないの、だった。631、イーちゃんの元へ戻ると、彼女はやっぱりねという顔をしてポッキーを食べていた。多分大丈夫だよ、人が多いから気になって出てきただけみたいだから。そこの、内霊だよ。じゃあなんでイーちゃんはおばあさんと話さなかったの？私に能力があると知ったら、そこの内霊でもついてきちゃうことあるから。私、普通におばあさんと会話しちゃってたんだけど。平気平気。632、これが私が初めて霊を見た瞬間だった。霊ってもっと怖くて、怨念深い感じで出てくるとものだと思っていたから、なんだか、拍子抜けした。すごくナチュラルに出てくるものなんだ。亡くなって霊の姿になっても足を引きずってるなんて、かわいそうだね。いやいや実際私が普段見てる奴らはあんなもんじゃないから、もっとグロいよ。あんな優しそうなおばあさんの霊を見ただけでも、やっぱりちょっと怖いなと思って、いた自分が恥ずかしくなった。そして改めて、イーちゃんが置かれている環境の特殊性を知った。634、その後の私は、霊を見ることなく、無事に高校を卒業した。卒業後、イーちゃんは事務職に就き、私は、実家に住みながらフリーターをしていた。お互い仕事とアルバイトに追われ、イーちゃんとはあまり会えなくなった。しかし、たまにメールや電話でやりとりは続いていた。イーちゃんが仕事を辞め、夜の仕事を始めたと聞いたのは、高校を卒業してから1年ほど、経った頃だった。夜の仕事を始めたきっかけは、父親のリストラだったそうだ。さらにイーちゃんの家には早くに結婚して出戻りってきた妹さんと、イーちゃん家でイケメン。なのに、なぜか引きこもりの弟さんがいた。イーちゃんは家族を支えるため、必死に働いていた。なんだか実家に帰省してふらふらアルバイトをしている自分が恥ずかしくなった。635。就職活動を始めた私は、しかしなかなか面接に受かることができず、最終的に販売系の仕事で、準社員として働くことになった。仕事場となった店舗は、数年前に殺人事件があった現場。この事件、当時は結構ニュースとして話題になった。仕事は販売系と書いたけれど、実際はちょっと違う。今でも検索すればすぐ事件を特定されてしまうので、実は職種は、はっきりとは書けない。いわくつきの職場ということで、いざ働き始めてみると、いろいろな話を耳にした。前の店長が失踪したとか、社員がみんな病気になるとか。しかし私は、特に何の変化もなかったので、気にせず働いていた。そして働き始めて1年が経った頃のこと。636。その日は朝から雨が降り続いていた。
客は数人しか来ず、開店休業状態。午後には完全に客足が途絶えた。店長と社員さんは配達に出てしまったため、店番は私一人。雨のせいかあたりは薄暗く、なんだか気味が悪かった。レジ出て仕事をしながら時間を潰していると、足音が聞こえた。気づかぬうちに客が入ってきたのかと思い、とりあえずブックオフ風に店全体に響き渡る。よう、いらっしゃいませー。と声をかけた。それから客の相手をしようと店内を探したのだが、誰もいない。気のせいだったのかと思ってレジに戻り、仕事を始めるとまた足音。だがやはり客の姿はない。こんなことを何度か繰り返していると、さすがに怖くなってきた。638。そして何度目かの足音。今度は、はっきりと背後から聞こえた。はじめはひたひたひた。くらいだったのが、次第に小走りになり、すぐにダダダダダッと、いう足音が近づいてくるのがわかった。やばいやばいやばい。恐怖に硬直していると、視界に見慣れたジャンパーの色が入った。店長が配達から帰ってきたのだ。ほっとした瞬間、足音が消えた。恐る恐る振り返ってみる、誰もいなかった。どうかした？何も知らない店長が、不思議そうな顔をして聞く。私は、平静を装って。何でもありません、と言った。しかし声を震えていたと思う。639。その後、店長は何か問題を起こしたとかで左遷され、社員さんも次々と辞めていき、店の、メンツは様変わりした。私は店舗で一番の古株になった。新しい店長は大学出たてでまだ右も左もわからない状態。その店長とほぼ同時に入って、来たのが、アルバイトの K 君だった。K 君は最近までニートで引きこもりに近い生活をしていたとかで、なんだか挙動不審。店に出して客の相手をさせることはまず無理だろうということで、K 君の仕事は主に、配達の助手や事務的なことが中心だった。しかしいざ働いてみると、K 君は案外面白い人だった。私の知らないアニメや漫画をよく教えてくれた。やがてみんなと打ち解け、明るくなった K 君は、レジ操作なんかも覚えて接客もできる、ようになった。640。ある時、配達でみんなで笑ってしまい、店には私と K 君の二人きりということがあった。K 君は事務所の中にこもって、何かやっている。その日は客が多く、レジが混雑してきた。私一人では回すのが難しくなってきたので、K 君に応援を頼もうと、客が途絶えた瞬間を、見計らって事務所のドアの外から呼びかけた。K 君、ちょっと出てきてもらっていい？事務所の中からは返事がない。事務所のドアは上3分の1くらいが曇りガラスになっていて、外から中の様子がぼんやりと、伺える。スタッフジャンパーを着た人影が中で動いていたので、K 君が確実に中にいることは、わかった。聞こえてないのかと思い、ドアを開けて直接話すことにした。ガチャガチャ、K 君、内側から鍵かけてやがる。この忙しい時に何やってるんだか、怒りに任せてしばらくドアノブをガチャガチャやり、ながら、大声で中の K 君に呼びかけていた。641。K 君、何やってるの？ちょっとレジ手伝ってほしいんだけど、その時、背後から声がした。あの OM さん、何やってんすか？ K 君だった。あれ？事務所の中にいるはずじゃ。K 君は店の裏で掃除をしていたのだという。じゃあ今、事務所の中にいる人は誰？そう思った時、いくらやっても開かなかったドアがあっさりと開いた。中には誰もいなかった。
確かにスタッフジャンパーを着た人影が動くのを私は、見た。だから K 君が中にいると、思ったのだ。しかし K 君は、ずっと店の裏にいた。事務所には窓がなく、出入りするにはこのドアを使うしかない。じゃあ私が見た事務所の中の、スタッフジャンパーを着た人はどこへ行ってしまったの、だろう。背筋に冷たいものが走った。643。その後は客の相手に忙しく、真相を突き止める暇がなかったので、このことはうやむやになってしまった。K 君が何か嘘をついているようには見えなかったし、深く考えると怖いので、考えないようにした。それから数日後、出勤すると店の裏口に花が備えられていた。数年前に起こった事件。その日は被害者の命日だった。毎年この日になると、遺族が夜のうちにひっそりと花を供えに来ている。事務所の中には小さな仏壇がある。毎年、花はその仏壇にあげていた。それからしばらくして花は枯れてしまうが、スタッフの誰もその枯れた花を始末しない。なんとなく、触れたくないとみんな思っているようだ。仕方なく、私が手を伸ばした。その時だった。644、捨てるな。K 君が怒鳴った。いつもボソボソと話す K 君の、初めて聞いた怒鳴り声。驚いた私は、とっさに鼻から手を引っ込めた。何か気に入らないことでもしただろうか。あの挙動不審な K 君が、こんなにも怒りを。梅雨にするなんて。え、ごめんね、どうしたの？私は、K 君に謝った。しかし、ん？何のことっすか？ K 君はキョトンとしている。今、怒鳴ったよね？いえ、何も言ってないですけど、645、K 君は自分が怒鳴ったことを忘れているようだった。それとも私の聞き間違いだったのか、念のため花はもうしばらくそのままにしておくことにした。そんな出来事があってからも、私は変わらずその店で働き続けた。店長と付き合い始め、職場恋愛に浮かれていたのだ。いつもスタッフが帰った後、店長と二人残ってレジ締めしたり、店のことを話したり、楽しかった。ある日、閉店時間になっても配達から店長がなかなか帰ってこず、閉店後も私は、一人、仕事をしながら彼の帰りを待っていた。そういうことは今まで何度かあった。彼が戻ってくるまで、一人は怖いので、大抵は店の、電話を使って友達と話しながら待つことにしていた。その日は久しぶりにイーちゃんに電話をかけてみることにした。647、今、まだ職場にいて一人で暇なんだよ。話付き合ってよ。イーちゃんは心よくOKしてくれ、しばらくは高校時代の話などして、盛り合っていた。しかし、次第にイーちゃんの口数が少なくなり、声のトーンも暗くなった。心配になった私が聞いてみると、M ちゃん、今、職場にいるんだよね。うん、そうだよ。今すぐそこから離れて、早く。648、イーちゃんはもうすごい剣幕で、私にすぐ帰るよう言ってきた。幸い、店の鍵は任されていたので、私は、さっさと身支度をして店を後にした。何が何だがわからぬまま家に帰りつき、彼には用事があるので先に帰ったことを伝えた。そしてイーちゃんに理由を聞こうと電話に手を伸ばしたとき、イーちゃんの方から着信があった。さっきはどうしたの？私が何か言おうとすると脳さえぎり、イーちゃんが言った。あんたの職場やばいよ。店で電話してたとき、すごいノイズが入ってたし、Mちゃんの声、も変な風に聞こえた、別人みたいな声になってた。649、それからイーちゃんは、
このままその職場で働いていると良くないことが起こるから、すぐに仕事を辞めた方がいいと言ってきた。私は、迷った。イーちゃんの言うことなら信じられる。だけど、すぐに辞めたら周りに迷惑が、かかるし、次の仕事を探すのもこんな田舎では難しい。迷った末、どうにも決めかねて、次の日も仕事に行くことにした。翌朝、家を出ると目の前にイーちゃんがいた。久しぶりの再会だった。だけど、なぜこんな朝っぱらから訪ねてくる？イーちゃんは会って早々、玄関の前で土下座をしてきた。650。お願いだからもうあそこへは行かないで、イーちゃんは泣いていた。思えば、イーちゃんが泣いたところを見たのはその時が初めてだった。私は、まずそのことに驚き、かなりうろたえた。結局、私は、イーちゃんの剣幕に負け、その日は仕事を休むことにした。そして結局一日中、イーちゃんに説得され、そのまま仕事を辞めることになった。651。イーちゃんの紹介で新しい職場もすんなり決まり、仕事に慣れてきた頃、私は、あの店で一緒に働いていた人と偶然再会した。その人も、もうあの店は辞めたらしい。話を聞くと、私が仕事を辞めてからも、やはり色々とあったらしい。みんな体を壊したり、ノイローゼになったり、事故に遭っていたり。イーちゃんは私がこんな目に沿わないように、仕事をさん。おしまい。